よし、てんちゃん、行くぜ。生まれ変わろう。行くぜ、さっちゃん。おう。てんちゃんパパです。前見て軽いかこれ。どうもてんちゃんパパです。てんちゃんありがとう。 YouTube 始めることにしました。この見てください、桜のこの散り始めっていうのも趣があるよね。今日4月1日、今11時51分あるところに向かっています。それはちょっと後でお話しするとして、まあ、インスタをね見てくれてる人は知ってると思うんですけど、たまに顔を出したりしてるんで
ちゃん、クリームのフレンチブルドッグ3歳のお父さん、てんちゃんパパです。てんちゃんはあの去年2020年10月1日亡くなってしまって、それはまあ原因はというか、まあ可愛いね、とにかくね可愛い子だったんですよ。皆さん知ってると思いますけど、まあね、インスタでね2019年2020年のこの季節の、その今のまさにその1年前2年前の画像を出してるんでね、まあ、どんどん美人になっちゃってどうしようってぐらい可愛い子なんですよ。生活も規則正しくてな。今ねお母さんさっちゃんが撮ってます。はい、こんにちは。そんなてんちゃんでした。生活規則正しく、ね、生活して、ま、毎晩6時半に出て朝に散歩行って夕方行ってご飯も決まった時間に食べて、本当の 手のかからないね素晴らしい可愛い子でね、こんな幸せがいつまでも続くといいねと思っていたわけですよ。そんなてんちゃんが、2020年10月1日に亡くなってしまったんです。原因はあの椎間板ヘルニアを発症し、そこからまあ本当にグレードでいうとグレード5ぐらいの非常に重症まして、そこから、脊髄、進行性の脊髄軟化症っていうものになってしまったんですよ。軟骨いい栄養研修、フレブルとかビーフルとかコーヒーとかミニチュアダックスとかを代表とするその研修がいるんですよ。軟骨いい栄養研修っていうのは、ね、本来このなんつったらいいのかな、本来骨にならなくていいところが骨になってしまって飛び出してしまって、で脊髄を傷つけて脊髄が壊死して最終的に呼吸器の方、まあ、延髄の方まで壊死してしまって、呼吸が最終的に止まってしまって命を落とすと。それが発症してからまあ10日とかね、1週間とか10日とかそのぐらいのスピードで急激に、まあ、急性っていうぐらい、進行性っていうぐらいなんで急激に進行して命を落としてしまうと。で海外なんかだともうそれ発症したっていう時点で安楽死選択すると、それがまあ最後の苦しみっていうものを、最後というかもう四肢、まあ4本足が全て麻痺してしまって動けなくなってしまうと。てんちゃんも実際そうだったんだけど、そういう状態はやっぱりね海外では安楽死を選択するんですよ。あの俺も本当にそう思ったんだけど、安楽死を選択しようと思ったんだけど、やっぱりそれだけ苦しむのはね、てんもかわいそう。でもねやっぱり家族で最後まで過ごすというところ、まあ、これから登場するお世話になっているテルテルアニマルクリニックのテルテル院長お世話になってるんだけど、まあね、面白い人なんですけど、テルテルと相談した結果やっぱり家族が一番いいんだよ、犬は育ったところが一番好き、そこで最後まで一緒に過ごそうということで頑張りました。てんちゃん頑張りました。1週間とか言われたんだけど11日間、9月の21日、2020年9月21日に発症して2020年10月1日まで頑張りました。でそこから悲しみのどん底ですよ。毎日泣いて暮らしてます。今もそうなんだけど、てんちゃんと共に常に俺はいるわけですよ。インスタにも常にあのハッシュタグてんちゃんと共に歩く、共に生きるって書いてるけど、常にあのやっぱり泣きそう、あの、ね、そう一回止めますかまあいいか、流しとこうか。止めた、止めた、やってる、うん、そうぐらいっていう状態ですよ。半年、今日4月1日ね、半年経ちました。でその間の椎間板のその原因遺伝子とか突き止めてというか、アメリカのそのカリフォルニア大学の泣いてますね、俺デービス校とかの論文とか引っ張り出して、でどの辺の、まあ結局コラーゲンがこう産生されるような遺伝子のところにレトロ遺伝子というものが、これちょっと画像とか入れるかもしれないけど、解説画像とかとそれは細かくやるけど、まあ、とにかく原因となる遺伝子のところがあるということが分かったんで、それをね俺はやりたい。
世界中のフレブルのためにとか、いい軟骨栄養研修のためにも、フレブルだけじゃないね、それは。一番発症率の高いのは、インチロダックスとかだから、そういう子たちのために、まあ知り合いっていうかね、散歩でテンちゃんやって、本当いろんな人に知り合って、ね、知り合うことができて、そういう、インチロダックスのオーナーさんとかも知り合ったんで、そういう人たちのためにも、そういう遺伝子を突き止めたんで、解析していきます。テンちゃんが教えてくれたこといっぱいあるんですよ。それだけじゃなくて、食物アレルギーのこととか、脳腫瘍のこととか、まあ、フレブルがかかるであろう、まあ、耳の中をどれだけ清潔にしなきゃいけないとか、またこれも言うんだけど、アニコムとかで保険料がフレブル高い理由っていうのは、皮膚トラブルと耳なんです。これはね、予防できるから。そういうことも俺出してるから、余計なね、保険料とか払わなくていいと思いますよ、これは。払うなとは言わんけど、そういうことも考える動画も上げていきます。フレブルって可愛すぎて、もう本当に可愛い遺伝子も持って引き継いできて嬉しい限りなんだよね。もう飼い主さんはみんなハッピーになれるけど、そういう選択的にね、純血種で組んでいくから、交配していくから、やっぱり病気も引き継ぐ部分があって、そういうものを教えてくれたのよ。でもそれはフレブル、てんちゃんは教えてくれたけど、症状は出たけど、本当に会話でそれを知らせてくれることは犬はできないから、じゃあ遺伝子でしょうか。これは遺伝子を調べて遺伝子と会話するでしょう。これがこの現代のハイパーな俺がやるべきことでしょうということを、お兄ちゃんが生きてたらこんなことしたらこんなことしたらと思って、回復させてみたい。本当緩やかな老化、まあ、老化のこともね、老化、年を取る老化ね、老いていく老化やっていく、調べていく。まずはだから椎間板のことをやりたいと。でもそれにはてんちゃんはもういない。どんなに頑張ってもてんちゃんはいなくて悲しくて泣いてしまうんだけど、あれですよ、そのためには新たな命をね迎え入れて、その子と、もうてんちゃんの妹だね。要はさっきオープニングで生まれ変わろうって言ったけど、最近はもうてんちゃん生まれ変わらせる。そして新たに来る子にはあなたが一番可愛いよっていうかもねそういうなんか二枚舌な感じで行こうかなと思うんだけど、新たな命を迎え入れて、その子を通して飼い主が本当にできることは何なのっていうことを世に通っていきます。まあ、社会に有益なこと、公益性のあることをやっていきたい。でですよ、で4月1日半年経って向かっているわけですよ。新たな命を迎えに行くんです。生まれ変わろうって言ったのはそういうことです。でいろいろと探しました。インスタ上でもね、投げかけましたよ、ブリーダーさんに。こちらはこう新しい命を迎え入れる準備ができていると。そういう遺伝子検査、今ね遺伝子検査しっかりできるのはね、項目として少ないんだよね。はっきり分かってるっていうのは、そう、その南蛮染色体のどこの遺伝子の変異があるから、例えば TM って皆さん知ってると思うんですけど、先生の脊髄症、そういうのは分かってるものに関しては遺伝子検査は普通にアニコムとかで、ね、やれてるんだよね。進行性の白内障とかで、尿症みたいな3項目くらいは標準でやってるんだけど、そういうことを最低限やってくれてればいいと。まずはあまり高いハードルを要求してないと。そういうことをやってるブリーダーさんから、俺は犬を迎え入れる準備ができてるぜって、お子さんぐらい仕掛けて、さっちゃんとてんちゃんの真ん中に挟んであげたんだよな。あの時でね、4800何人ぐらいのフォロワーさんがいて、今ね
きたいなら犬とはみんなもそうだと思うけど、楽しいじゃん、可愛いじゃん、遊びたいじゃん。犬だから老化、老化もね、まだこれからだから。そもそも知ってます、動物が老化するなんていう概念は、全ての生物に対して老化するって概念があると思うね。人間とは人間が保護している動物だけだからね、老化っていうのは。犬とか猫とかさ、そういうものよ。あとはもうみんな自然に淘汰されて、病気発症したり気候の変動で死んでいくわけよ。老化っていうのは最近の問題なのよ。で、保護したり人間が長生きしたり、だからまだまだこう取り組むべきところなのよ。老化に対するその細胞とか特定して、そこだけをこう調整していくかとか、そういうのはねこれからなんですよ。だから面白いと思うよ、見ていった方がいいと思う、このチャンネルは。まず今日お迎えに行きます。その先ほどの話戻すと、それで投げかけて、ブリーダーさんに投げかけて帰ってきた答えは正直なかったね。なので個別にそのブリーダーさんに行ったりなしたな、名古屋のブリーダーさんの。でもちゃんと説明 してくれたよ、自分たちの取り組みで自信を持ってやっていた。でブリーダーナビだっけ、あれブリーダーナビ、なんかね、みんなのブリーダーっていうサイトあると思うけど、そっちの方はねちゃんとね、電子検査済みのワンちゃんを扱っているブリーダーっていうね項目があるんだけど、ブリーダーナビのはそれがなくて、個々のブリーダーに任されてるんだよね、表示は。でも今や多分ね、ほとんど実はやってるんだと思う、そういう遺伝子検査は。それを出した方が絶対的に安全安心を、まあそれ生態だからセットだからね、ワンちゃん来るっていうのは、そういう検査も今や。それはね、なんかね、みんなね登録の時に面倒くさくて出してないって人も割といるらしい、そういう情報を聞いた。本当はやってるのに出してないって。1塩基タケって1つの遺伝子の変異とかでの病気はないよっていう、それだけ今出してくれば俺は十分だから、そういうことをまずやってると思う。でブリーダーが切る代点、そういうところから購入したいというので名古屋に行ったり探したりした結果、今日今向かってるのは東京、東京都世田谷区ブルドンズさんというね、ブリーダーさんサイトを見て見学に行って、それを見たのが3月26日か。だから最初にクリームの子を見たんだけど、その子も可愛かったんだけど、なんかブルドンズさんってすごいな。そのショーケースで一応ペットショップとしての店構えなんだよね、世田谷は。で犬舎ブリーディングとかね管理してるところは埼玉にあってね、世田谷はペットショップになってるんだけど、サンダーグランのショーケース全部入ってるんだけど、最上段の一番左に、ね、向こうを向いて寝てる子、夕方6時ぐらいですよ、向こうを向いて寝てる子がいたんでさ、52万円
アートのリン、リンちゃんですなんでいいでしょ、呼びやすいでしょ、いい名前、いいよね、シンプルで可愛いよね、可愛い、天輪で天輪チャンネルで行こうかと、それでこのチャンネル名も天輪チャンネルのパパって感じで、まあ、名前言っても別にいいんだけどね、何にも別に隠すこともないからね、なんかこれ見てさ、うちに来るとか言ってもさ、俺に動画撮られちゃうだけだからさ、わざわざ来ないでしょ、あとインスタにも地名とかも出してるし、
ワンがいる、ワンが。これでございます。これ可愛いね、ブレブル。あのリンちゃんあんな花だよね。な。ごめんなさいね、ワンちゃんのね。入るところまで取ってくれる。はい。止めたっていいな。うん。行きましょう。どうも。お兄ちゃん、大丈夫ですか？大丈夫ですか？店内より、あ、店内は、あ、あ、わかりました、ここまで、はい、店内ダメ、はい、はい、じゃあ、はい、ワンちゃんだけの話で、今あげてるご飯の量なんですけれども、はい、まあ、大体こういう、ね、ご飯にはあの給餌量の目安っていうのがね、こちら書かれております、はい、で、あのロイカナさん表記ちょっと特殊になってまして、うん、この上の体重っていうのは、これね、成犬時の予想体重ですね、うんうん、はい、で、大体まあ2キロ、6キロ、10キロってまだこの間が空いちゃってるんで、うんうん、なのでね、ちょっとこれ分かりにくいので、うん、早見表を作っております、うん、はい、で、りんちゃんね、結構ちっちゃめなので、うん、8キロ目安という感じになりますね、うんうん、はい、で、これもあくまで目安です、うん、必ずこの量ってわけではないですので、はい、はい、で、これはあくまで目安で、じゃありんちゃん今このだけの量食べてんのかって言われると、うん、今はね、まだね、1食ね、50グラムぐらいです、うんうん、1回、はい、はい、1回50グラムぐらい、はい、で、これをね、また徐々に増やしていきながら、うん、まあ、大体3ヶ月、次の4ヶ月を迎えるぐらいまでに、このぐらいの量までちょっとずつ増やしていきましょうっていう感じです、うんうん、はい、ただやっぱりその子の食べ具合とかもありますんでね、あと体型とかも見ながらっていう形になります、うん、で、まあ、あの間この、こちらのご飯をね、ふやかして、うん、あげてます、うんうん、はい、何ヶ月までふやかしましたっけ？だいたいね、生後ね、3ヶ月ぐらい目安に、ドライに切り替えても大丈夫ですね、はい、はい、はい、で、少量のお湯って書いてありますけど、目安としてはだいたいご飯と同じぐらいの量、うん、うん、ですね、同量ぐらいのお湯、はい、はい、も入れて5分10分置いとくだけで結構ですね、うん、はい、はい、もう吸収して柔らかくなりますので、はい、はいはい、で、一応ですね、こちらのご飯に今この粉ミルクをちょっと一緒に混ぜてあげております、はい、はい、これは効果としてサプリメント効果として入れてまして、はい、まあ、こちら書いてありますけど、はい、免疫がね、極力落ちない効果っていうのがあります、はい、あとはやっぱりお腹の調子を整えてくれる効果っていうのが非常に高い、まあ、そういった成分が非常に多く含まれているご飯なので、はい、まあ、今その大事なことっていうのがやっぱり免疫が下がらないようにしてあげるっていうのがすごく大事な時期なので、まあ、一応これをサプリメント代わりにちょっと使っております、はい、はい、で、こちらのこのミルクがだいたい体重1キロあたり1グラムの量を朝ごはんのみですね、揚げる直前に最後にふりかけみたいにこうふりかけてあげております、はいはい、で、中にスプーンが入ってまして、すり切り1杯が 3g になりますので、まあ、大体で結構ですね、うん、大体、まあ、すり切り1杯よりちょっと少ないぐらいの量、はい、うん、をふりかけてあげてるという感じですね、はい、で、これはずっと揚げ続けなきゃいけないものではなくて、はい、まあ、今もうちょうどいいんじゃ2回目のワクチンが終わりましたので、いつでしたっけ、うん、3月の、28日に、ね、うん、2回目やりましたので、はいはい、まあ、2回ワクチン打てばね、ほぼほぼもうそろそろやめてもいい時期ではありますので、まあ、使い切ったら終了しちゃっていいんじゃないかなとは思うんですけれども、はい、はい、じゃあこちらの粉ミルクを今一緒にあげております、はい、はい、で、先ほどもちょっと申しましたけどね、4月11日頃、生後3ヶ月ぐらいを過ぎたら様子を見ながら、ちょっとずつお湯の量を減らしながらドライフードに切り替えていってあげてください、はい、うん、ただその子その子で違いがあってね、結構ドライフードだと食べにくくって食べが悪くなっちゃう子もいたりしますので、うん、まあ、その辺は様子見ながら、必ずすぐに切り替えなきゃいけないわけではないですので、はい、ちょっとずつ切り替えていってあげてください、はい、はい、で、今日の夜ご飯なんですけれども、うん、今日の夜ご飯だけは夕方できれば6時半から7時ぐらいにあげていただければと思います、はい、うん、で、明日以降はもうお客様の生活のお時間で、うん、はい、2回、うん、大丈夫です、はい、朝と夜の2回で、はい、はい、大丈夫ですので、はい、はい、ここは朝何時に食べてるんですか？朝ね、大体9時半ぐらいですね、はい、9時半ぐらいに食べてますね、9時半、はい、はい、なんで夜はまあもうちょっと遅くても大丈夫は大丈夫なんですけど、うん、はい、はい、
はい、で続きまして、ワクチンの方ですね、はい、はい、一応ワクチンがね2回終わりましたので、こちらの方がワクチン証明書となります。今日1回目が3月3日に終わりまして、うん、2回目もが、3月28日に接種終わりましたので、はい、ごめんなさい書いてなかった、大体目安として1ヶ月後ですね、4月の28日ぐらい、はい、目安に3回目のワクチンですね、はい、お住まい近くの動物病院さんで、うん、はい、やっていただければと思います。はい、はい、で一応ですね、3回ワクチンが終わりましたら、うん、ようやく一応お外歩かせてのお散歩がデビューできたりですとか、うん、で、まあ、ご自宅でのシャンプーですね、うん、はい、やっぱプロがちょっとやるシャンプーとね、なかなか違いますので、うん、ご自宅でやるシャワーを使ってのシャンプー、こういったものができるようになります。3回目終わってね、はい、今日ちなみにどんなシャンプーですか？今日はね、T3 シャンプー使ってますね。何ですか？はい、T3 シャンプー。 T3 シャンプー、うん、T3 のシャンプー使ってます。はい、はい、結構フレンチちゃん使ってる子多いですね、 T3 シャンプーは。はーい、はい、まあ、今日シャンプーねしてくれてるんで、しばらくは大丈夫じゃないかなと思います。はい、はい、で、この混合ワクチンの証明書ですね、これちょっとなくさないように保管しておいていただきまして、はい、3回目のワクチンを打つ際にこれをちょっとね持っていっていただきたいんですね。6種ですね。はい、まあ、獣医さんにこの情報がないとね、3回目何言ったらいいのかっていうのがね分からなかったりしますので、はい、これを必ず持っていってあげてください。はい、みんな新型コロナが流行る前から犬コロナウイルスのワクチンを打ってたからね。腸炎とかそっちの方ですもんね。そうですね、ワンちゃんは大体お腹の方ですね、うんうん、で猫ちゃんもありますね、コロナっていうのが昔からコロナってあったの で、ね、まあ、割とペット業界ではコロナウイルスって有名なウイルスだったんですけど、うん、そうなんですね。はい、で、そしてこの混合ワクチンが終わったら、今度はですね、狂犬病の方ですね。はい、はい、獣医さんの方にね、こっち1ヶ月って書いてありますけど、結構獣医さんによってもう 2週間いたらやっていいよっていう人もいるんで、うん、でもちょっと獣医さんにそこは確かめてみてください。はい、ただまあ狂犬病をね必ずお願いいたします。はい、で狂犬病はね打った後にお役所に登録の方もお願いいたします、うん、はい、であとワンちゃんの犬の登録ですね、ワンちゃんの戸籍を作るやつですね、うん、はい、それもまだやってませんので、はい、ワンちゃんの戸籍の登録ですね、こちらの方お願いします、はい、で狂犬病とこの犬の登録っていうのは法律上の義務になりますのでね、お忘れないようにお願いいたします。はい、はい、で子犬を迎えてからの注意点ですね。はい、ワンちゃんが新しい環境になれるまで3日から1週間かかります。なので今日から1週間はあまり遊ばせすぎずに、うん、まあ、そっと見守りましょうってありますけど、基本ちょっとね構わないように、うん、してください、うん、もう極力寝かしてあげるようにお願いします、うん、はい、で今日から1週間の遊ぶ時間なんですけども、ご飯の時にね10分から15分ぐらいハウスから出して遊ばせるぐらいにしていただいて、それ以外の時間はもうハウスに入れて寝かせるようにしてください。はい、やっぱり、うん、環境が変わるっていうだけでめちゃめちゃストレスだよね、かかってますので、はい、それ以上にね、まあ多分かまったらね大喜びして遊んじゃうんですけど、体はやっぱ疲れちゃうんですよね。はい、でね、そういったストレスがかかってしまうと、まあ、ご飯の食べが悪くなってしまったりですとか、あとすごく多いのはやっぱりうんちが緩くなっちゃう。確実に緩くなりそうだな、その環境で。まずは1回は緩くなると思ってください、うんうんうん、あとね吐いちゃうこともよくあります、うんうんうん、ただうんちが緩くなっても、あともし吐いちゃったりとかしても、まあ、元気はいつも通りあるし、例えば夜ご飯あげたら夜ご飯しっかり食べるし、うん、っていう感じであれば一晩ぐらいは全然様子を見てあげて大丈夫ですので、うんうん、はい、はい、うん、一時的なものの可能性も高いです、うん、はい、うん、ただ全くご飯食べない、元気がぐったりしちゃって全くないのであれば、すぐに病院さん行ってあげた方がいいケースもあります、うん、はい、はい、はい、であとね、ストレスがかかるとね、今結構ね、やっぱり季節の変わり目でね、人間も具合悪くなる人多いと思うんですけど、うんうんうん、
小峰ちゃんもね風邪ひきます、うん、はい、あのやっぱりストレスかかるとねどうしても免疫って下がっちゃうんで、うん、結構それで今も夜はねまだちょっと暖房入れてます、うん、はい、だいたい24度ぐらい室温でちょっと一定に保ってあげた方が体調はね、うん、夜は冷えるもんね、うん、はい、あの温度の感じね、はい、はい、まあだいぶ湿度は出てきたんでね、うん、そこはいいんですけどね、はい、はい、はい、なのでちょっとねそういったことをお気をつけください。はい、で、あと、検便、虫下し、まあ、こういった駆虫関係、うん、こういったものを全部やってはいるんですけれども、うん、まあ、やっぱりちょっと落ちきらない虫がまた後日出てしまうということも全くないともちょっと言い切れないので、うん、はい、こちらちょっとご了承お願いいたします。はい、はい、で、血統書は現在申請中のため届き次第必ずご郵送させていただいております。はい、はい、3ヶ月から6ヶ月ほどかかりますが必ずお送りしてますので、はい、お持ちになってください。はい、はい、で、避妊去勢、まあ、女の子は避妊手術ですね、うん、前の子やられたかなんですか。やりました、やりました、やりました、うん、いくつぐらい時にやりました。最初のヒートの時ですね。あ、本当ですか。ただね、ちょっと鼻ペチャワンちゃんってちょっと麻酔のリスクが高いって言われてる犬種なんですね、うんうんうん、なので、まあ、できればね、ちょっと専門でやってる我々としては、うん、まあ、できれば体がしっかり出来上がった1歳を過ぎてからの方が、まだ少しリスクが、うんうん、軽減するかなとは思いますけれども。医師とも相談とかしながら。そうですね。はい。はい、ただ、まあ、うちのお長屋にはその辺、やっぱフレンチちゃん扱ってるのに慣れてる先生は、うん、あんまり早くやろうとは言わないっていうと思うので、うん、っていうことは、うん、おっしゃってますので、ま、はい、まあ、獣医師さんと、うん、あの、やる時期ですとかね。うん、その辺も含めて、はい、あの、しっかりご相談しながらお決めになってください。はい、はいはい、生命保障と先天性疾患に関しての保障となっております。はい、はい、お引き渡しした日から30日以内に子犬が病死した場合には同等同種の子犬を無償でご提供させていただきます。ただし、伝染性の病気ですね、パルボウイルスですとかジステンパーウイルス、こういったものに関しましては1週間以内に発病、死亡した場合とさせていただきます。で、発病、死亡した場合の報告はお引き渡し日より10日以内とさせていただきます。で、10日を過ぎた場合の報告は保障の対象外となりますので早めのご連絡をお願いいたします。で、その際2箇所以上の獣医師さんの診断書が必要となるのと、診断書の発行はお客様のご負担となりますのでご了承お願いいたします。で、こちらあくまで生命保障であって医療保障ではございませんのでご了承をお願いいたします。あと、成長過程におけるクレーム待ちと受付ができませんのでこちらもご了承お願いいたします。で、こちらは保障の対象外になるものですね。まず、飼育者による重大な過失、故意に基づく死亡の場合、あと、お引き渡し後伝染病の予防接種を受けずに死亡した場合、あと、獣医師の治療を受けずに死亡した場合、あと、病気以外の死亡ですね、逃亡、盗難、怪我による死亡の場合、あと、ご購入いただいた方、飼い主様以外からの保証請求と、保証請求に際して虚偽の報告があった場合、これらが保証の対象外となります。で、次に、先天性疾患に関しての保証ですね。まあ、ブルドンズでは衛生面や健康面には細心の注意を払って、より良いワンちゃんのご提供できるように日々努力しております。しかし、視覚聴覚、血液検査や精密検査、ここまではやってはおりませんが、まあ、あの、視覚聴覚は日常の、あの、観察でわかりますのでね、そこは心配ないとは思います。はい。ワンちゃんが曲がってない。はい。ただ、もしお客様の方で、まあ、何かしらの検査をされたような際に、万が一に日常生活に支障をきたす重大な先天性疾患が発覚した場合には、ご購入いただいた子犬をお戻しいただいた上で、代券として同等同種の子犬を無償でご提供させていただきます。で、こちらの保証期間は、お引き渡し日より30日以内までの期間で、こちらも2箇所以上の獣医師さんの診断書が必要となるのと、あと、30日を過ぎてからの報告は一切受け付けることはできませんので、ご理解くださいとございますけれども、まあ、ご対応できることがね、何かしらある可能性もございますので、まあ、ご連絡をいただければと思います。はい。で、あと、ご対応内容に関しましても、こちらは状況により様々な可能性ね、こちらも考えられますので、こちらもご相談いただければと思います。で、保障の対象外となるものですね、日常生活に支障がないものですとか、あとは成長過程により変化するもの、こういったものはちょっと保障の対象外となります。
あとちょっとワンちゃん来たらワンちゃん見ながら一緒にね見ていただきますけれども、うんうんうん、まずは腮ヘルニアや鼠径ヘルニア、関節がまだ弱いですとか、まあ、女の子は咽喉がん関係ないですね、うんうん、あとは大専門改善、あと噛み合わせが悪い、こういった少しでも欠点のあることは必ずお客様にご説明させていただきまして、ご納得いただいてから復帰事項の方に記入させていただいております、うん、またご納得いただかない場合には、まあ、子犬の購入はお控えいただいております。はい、じゃあちょっとね、はい、ワンちゃん連れて行きます。はい、うわー来た、リンタン、リンタン持ち帰るよ、はい持ち帰るよ、リンタン持ち帰るよ。おー、どうしたどうしたびっくりしたな。はーい、持ち帰るよ、リンタン来たの。はい、でね、ちょっと一緒にね見ていただきますね。で、サイヘルニアやソケイヘルニアってね、このサイっていうのはおへそですね。はい、でワンちゃんのおへそはねこれです。はい、わかりにくいですけどね、うん、このおへそのとこですとか、あとこの股の付け根の鼠径部、ここにですね腹膜の隙間がねちょっとこうできていて、まあ、脂肪とかがこうニュッと飛び出た状態になっている子っていうのがいます。はい、でこの子おへそは大丈夫ですね。でちょっとだけその鼠径部にね、あ、本当にちっちゃい、うん、ちょっとごめんなさい、首痛くないのでワンちゃんね、ここね、はい、あの、はい、お母さん持つところ、はいはい、ちょっと首持たせてもらいますね。リンちゃん大丈夫か、頑張れ。あ、もうでももうほとんどないですね。この間はちょっとね言ってました、うん、今触診した感じで分かりますか、うん、もうはい、もうね、うん、すごいちっちゃいんで。リンちゃん、リンちゃん綺麗にしてもらったの。リンリンかわいいね。たまにね、1週間ぐらいでなくなっちゃう子もいるんですよね。あ、そうですね、脂肪だったらおばちゃんその成長過程に出てるものだもんね。脂肪であればね全く何の心配もないですね、うんうん、でなおかつ、前回その変わった時も本当にちっちゃかったんで、うん、こっち側ってましたもんね、うん、右の付け根ってたもんね。そう、今ねもうほとんどなくなってるから、うんうん、すごい成長途中だね。それもちょっと相談は、もし検診に行く場合は、うん、見てもらって見せるんで、うん、あ、全然大丈夫、うん、もう今日ほぼほぼないですね。お世話になってた、県の時にお世話になってた獣医師のところにちょっとこのまま挨拶に行きますんで。あ、そうなんですね、はい、うん、その時に、うん、それも合わせてる。でも大丈夫そうだね、あなた。あら、かわいいね。その形を。はい。リンちゃん、リンちゃん、嘘でしょ。大丈夫。大丈夫、リンちゃん。大丈夫、大きくなったね。大きくなった。お腹周りがでかくなってる。左側にね、本当にかすかになんですけど、うん、もうほとんどないので、うん、多分ないって言われるかもしれないです。うん、うん、もうそのぐらいなんで、うん、心配ないと思います。はい。はい、じゃあこの突起事項はないっていう形で。そうですね。はい、もうこれヘルニアとはもう言えないぐらいのもの。来ると思いますので、うん、ね、こう正確に言ってくれた方が本当にありがたいです。はい、で、関節に関してはね、フレンチってまだこの体がこんだけ 2. 何キロどっしりあるけど、うん、まだまだ筋肉が全然ね、うん、発達してませんので、うん、比較的ちょっと股関節とかはね柔らかめになります、うんうん、なのである程度ちょっと体がこうしっかり出来上がるようになるまではあんまりこう滑るようなところで、はい、うん、走り回っちゃうと痛める可能性ありますんで。聞きました、うん、あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、うん、ちょっとね滑らないようにだけ気をつけてあげてください。はい、はい、徐々に筋肉もついてきてがっちりしてきますんで、うん、はい、もうでもだいぶしっかりしてます、もうこの子は。はい、みんちゃん、はい、で大専門改造ね、これ頭蓋骨がまだ一つにくっついてない子も中にはいますけれども、うん、もうしっかりくっついてますね。はい、大丈夫です。はい、よかったな、よかったな。噛み合わせ見えるかな、りんちゃん、噛み合わせを見せてね、にゅん、あ、綺麗なアンダーショット、うん、はい、うん、フレンチちゃんはね、うん、下顎がちょっと前に出てるアンダーショットっていうのが正しい噛み合わせになりますので、うん、もう小さいね、まだあなたね、うん、まだ全部これ、ね、乳歯ですね、これね、入れちゃうからね、これ、うん、取れてる、おとなしい、すごい、ね、これ見せてくれない子結構いいんですよ、嫌がっちゃって、足よ、この足よ、どうする、後でね、こっちの足だけ爪切りを見せするんでちょっと長いです。お願いします。うん、はい、こっちはもう短いです。はい、かわいいしかない、鼻が高くなってきそうなんだよな。
これからね、まだわかんないけどね。なんでね、目も真っ黒だし。うん。大丈夫。本当美人になったんですよ。違った。ちっちゃい頃の写真と比べると本当に美人になってきてます、この子。ね、横幅もしっかりこんなに出てきて。結構太ってますよ。はい、本当に横幅も増えてきてね。どうですか、性格、今の時点の性格な感じはどんな感じ？おとなしめですね、やっぱり、うん。今もそうですけど、神山性、こんな風にね、おとなしく見せてくれる子少ないんですよ。あ、どうぞどうぞ、はい、どうぞ。かわいい。全然、全然違うんだけど、この間と。もうどっしりしてきたと思います。あ、そう、やばい、リンちゃんだよ。リンちゃんかわいいね。あ、リンちゃんだよ。リンちゃんだよ、ボンボン気になっちゃうでしょ。リンちゃんかわいい。そうでもない。ありがとう、ありがとう、ありがとう。わー、かわいい。何でね、もう、はい、しっかりしてますのでね、はい、大丈夫かなと思います。はい、最後ね、こちらの2行、まあ、生き物のお譲りである以上、まあ、年を重ねていくのとともに様々な可能性が考えられます。もちろん病気もそうですけれども、体質とかもね、あったりはします。アレルギーなんてのもね、はい。ただ動物愛護法にのっとり、最後のその瞬間まで愛情と責任を持って修正使用をですね、していただくことのお約束をお願いいたします。はい、はい、もう何よりもやります。あとはですね、一応こちらをお家でゆっくり読んでください。ワンちゃんごとにちょっとかかりやすい病気ですとかね、あとはそのズーノーシスって言って犬から人にかかる病気、こんなものありますよっていうのが書かれておりますので、まあ、これは資料としてね、お渡ししております。はい、で、続きまして、あとね、このマイクロチップなんですけれども、はいはい、マイクロチップがですね、ゆぐちゃんかわいい、ゆぐちゃんかわいい、めっちゃかわいい、ゆぐちゃん、シュシュしてる、あ、その辺ね、それ認識するのね。はい、でね、大体みんな首のところに入っておりますね。はい、はい、で今これ読み込んだんですけども、この番号ですね、はい、まあ、大体下何桁から合ってれば間違いはないですので、はい、はい、で、これなんですが、こちらに、ね、一応登録方法の資料はお渡ししておきますけれども、基本的にね、動物病院さんで登録していただく形になります。今大体どこの動物病院さんもマイクロチップ登録やってくれると思うんですけれども、はい、一応ですね、その際にこのバーコードとかが必要になるので、まあ、これちょっと一緒に持って行っていただいて、ワクチン打つ時とかでもいいと思います。はい、で、大体動物病院さんで、登録、申し込み書みたいのをいただいて登録していただく形になります。で、マイクロチップっていうのは基本的にはこういったマイクロチップリーダーで読み込むんですけれども、番号を、基本的にその登録先は今日本だとほとんどがね、iCoっていうところになると思います。うん、で、iCoさんっていうのが、いわゆる保健所、うん、とかも大体登録、してますので、そうすると万が一そのワンちゃんが逃げちゃってどこかに保護されたとか、はい、あとは震災とかでね、生き別れになっちゃったとか、はい、そういった時に保護された先で飼い主さんの登録がされてると連絡がつきますのでね、はい、ワンちゃんがちゃんと見つかりますというものになります。はい、大体まあiCoになると思いますね、動物病院さんやってるところは。はい、なんでちょっと病院さんの方でこちらの方をやってもらうようにお願いいたします。はい、動物 ID 普及推進会アイコ、はい、そうですね、はい、大体アイコですね、はい、うん、他にもなんか某ペットショップさんとかは独自で団体でやってたりとかもするとこもあるんですけど、まあ、大体共通で使われてるのはアイコさんになりますね。はい、で、続きまして、ご予約の時にワンちゃんの医療保険の方のご案内ちょっとさせていただいたと思うんですけれども、はい、はい、いかがされますか？保険はね、はい、この間見せてもらって、はい、アニコムのやつ見せてもらって、その原因が、はい、E ランクっていうのが皮膚と耳って言ってたんで、そこは自分でケアしていくんで、保険はいらないです。じゃあ医療保険はなしということで、はい、なしで、はい、はい、そうしましたら、ちょっとね、何かこう体調を崩してしまった際ね、ちょっと全部実費になってしまいますが、はい、それは、はい、そちらの方だけはご了承をお願いいたします。はい、はい、かしこまりました。はい、じゃあちょっとお手入れの方ですね。はい、りんちゃん、りんちゃんですが、なんだ、りんちゃん、待て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 、
ゃんなのねって、りんちゃんですよ。りんちゃんなのね。爪切りもやられてたですか？爪切りはね、最初やってたんだけど、うん、月一で獣医さんにやってもらってました。はい。まあ、爪切りはね、結構皆さん怖いって言われて、それでビクビクね、こうやっちゃって、それで結構そのビクビクがワンちゃんに伝わっちゃって、すごくワンちゃんもその爪切り怖いってなっちゃう子もいるんで。血管のところに行っちゃうんじゃねえかっていう怖さは確かにある。そうなんですよね。でもまあ分かりやすいですけど ね、 ね、うん。ピンクのところが血管ですね、うん。で、伸びてるところを切るという感じになりますね。じゃあ切ってもらうと、はい。でもこっちとかはね、ギリギリまで切ってありますね。はい。もしね、お家でやられ、まあ全然プロにお任せした方がいいですけどね、うん、爪切りはね、うん、はい、全然嫌がんないね、リンちゃん。で、ちっちゃい頃は、こうやって何も嫌がんないです、うん、なので、爪切りしかやっちゃえばいいんじゃない、うん、やらないにしても、うん、前足をこうやっていっぱい触ってもほしいんですね、うんうん、で、この前足って、うん、だん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 ね、こう触られるの嫌がるようになるんです、うん、くすぐったいんで、戻すもん、ね、神経が結構いっぱいあってね、うん、だからくすぐったいんで、うん、なんでね、今のうちからこうやっていっぱい触るだけはしてあげてください、うんうん、はい、まあ、前足触られても平気っていう子にするのが大事ですね。でもこの1週間とかはやらない方がいいでしょ。まあ1週間はあんま無理しないで、ね、はい、最初はね、うん、慣れてきたらですね、はい、でも黒いさ、鼻黒くなってきたよね、この間より。鼻どんどん黒くなると思います。黒くなるね、りんちゃん、いいね、かわいいね、黒が出てきたよ。鼻と目とさ、足の裏も多分今に多少黒くなる、全部黒くならないと思うけど、こうやってね、おとなしいんですよ、うん、そうで、こういうのもね、結構ね、その我慢させるってことがトレーニング上すごく重要だったりするので、うん、はい、ワンちゃんに我慢をさせるってやつですね、うん、黒くなってる、うん、あ、本当だね、どうしたの、鼻の穴がどうか、比べてみてね、この画像で比べてみてね、やっと切ったやつね、まだ分かりません、分からない、比べてみても分かりませんでした。でも大きくなったことは間違いない。うん、横幅が急激に出始めてきましたね、とっても。いいちゃん、おとなしいな、あなた、うん、帰ったら表現するんだ、それはあるよ、それを期待してるけど、そう、前の子もね、おとなしいなって言ってたら帰ってきたら、ね、痛くないのね、すごいね、痛くないのね、あなた。で、大事なのはやり終わった後、何でもそうですね、お耳掃除でもそうなんですけど、褒めてあげてください、うん、はい、うん、ちっちゃい頃はそれがすごく大事、りんちゃんすごいじゃん、上手じゃん、いい子、いい子、本当にいい子、スーパーだよ、あなたはスーパーだよ、本当にいい子よ、本当にいい子、そうするとね、やった後に褒めてもらえるっていうのがあるとね、やっぱり我慢もできますのでね、はい、メリハリつけちゃう、メリハリつけちゃうから俺で、お耳掃除ですね、はい、まあ、できればね、頻繁に、はい、最低でも週に1回ぐらいやってもらえると、天、ね、はい、の時もやってました、週1、風呂上がりに、で、まあ、一番簡単なのはこういうコットンとかにね、はい、拭くだけでもね、違いますのでね、こういう綿棒を使って、嫌がんないから綿棒を使ってやってたんですけど、それでも別にいいってことですね、それでも大丈夫ですよ、ね、はい、まずは表面でやるだけでもね、うん、こうやって全体をまず拭いてあげる感じですね。あの顔、あの顔、違う、嫌なんだから。わかる。どっち、どっち。りんちゃんどっち。この顔、何これ。これがりんちゃんクオリティですよ。結構こうやって、まあ、お耳掃除もお耳がそんな悪くなければね、ワンちゃん嫌がらないですね、そんなに。全然嫌がってないね。何これ、撮ってんの、可愛すぎないこれこんなことある、うん、りんちゃん上手、上手、綺麗にしてあげんからね、俺に任せてやるからね。最近綿棒もね、あれがいいですね、100均とかにありますけど、シャワー綿棒ってやつですね。シャワー綿棒、うん、先っちょがね、大きい玉のやつがあるんですよ。 あれすごい便利です、ワンちゃんやる、ワンちゃんに、うん、じゃあ早速すぐすぐしてやるかすぐしてやるか、そう、通常の綿棒より先の玉がすごい大きいんですよ。はい、うん、こういうやつね、シャワーの、うん、そうそう、それすごいワンちゃんの耳輪に使いやすいです。そうです、そうです。やっぱ普通の綿棒だとちょっと細いんでね、ダイソーにもあるんだ、シャワー綿棒。そう、ダイソーにあります、あります。はい、これよ。
これ私たちはね結構あの、うん、これはこういうコットンをねこういうので使うんですけどね、うん、やっぱ先っちょが大きい方がねやりやすいですよね、うん、これ普通の綿棒でやってたの、うん、この溝がこうライジのところのなぞってやりやすかったんですよね。で大きくてもいいんだね。そう大きくても大丈夫、うん、あのフレンチちゃん耳の穴大きいんで、うんうん、結構ね大きい太めのやつの方がやりやすかったりします。耳見たの久しぶり。見る仲間で姉ちゃん俺やってあげんから任して俺に訓練してもらってね今日。歯も磨くしねパパ。そうそうそう。これちょっと取って、ミニクリーン。うん、これですか？これちょっと業務用ですけど、ね。あ、業務用。ミニクリーンっていうのは。でもね、ミニクリーンはあのこれで使ってますよ。あのあれでもいいですよ。ノルバサンオチップっていう。はいはいはい、あれ一番有名ですけど、全然そっちでも全然。何年前に俺やってたんですけど、これはちょっとこう、まあ、濡れてはいないですよね、みんなが。綿棒ちょっと濡らしてやったんですけど。はい、でもね、できればこういうの使った方がいいですね。あの殺菌効果があるんで、はい、こういう方がね、あのワンちゃんいい耳の中の菌も、はい、綺麗にしてくれるんだ。あら、リンちゃん、リンちゃん耳の中綺麗だったよ、店長。リンのお利口さんに、美人さんよね。めっちゃ美人。どうしよう、そんな美人なの？遊びに来ちゃって大丈夫？おばあさん買うか。じゃあやってみよう。じゃあ俺のおばあさん使ってみよう。ですね、結構ね、ルルバさんオチップはあのそれこそ病院さんでも使うようなものなので、耳掃除に。はい。本当だ、汚れてたね。ちゃんと酢酸クロレヘキシジン使うから。まだね、しばらくは入んないけどね。入んないよ。入ったら綺麗にね。買おう。あ、そうか、でも薬用のシャンプーあれですよね、ガロンで持ってらっしゃるんですよね。すごいでかいの。めちゃめちゃ値上がりしたんですよね。そうね、去秋とか。でもあの高いんですよね、ノルバさんシャンプーは本当。それ4リットルで1万5000円ぐらいだったんだけど、それね、2、3倍になってたよ、一時期。倍にはなってたね。今落ち着いた、今1万6000円ぐらいかな。なんでそんなあったのね。全然 手に入んなかった、作ってもらったの。ノルバさんシャンプー使ってもらっても大丈夫なんですけど、うん、少し小枝のうちはね、あの少し薄めて使った方が、ね、いいかもしれないです。逆算って言ってもそこは調整します。うん、うん、そう、小枝ちゃんだもの。逆算で弱いけど、ね、本当にこんな映像なかなか撮れない。すごいでしょ。はい、またご存知だと思いますがね、ブラッシングとかは、うん、あの全然、はい、やっていただいて、結構このラバーブラシが結構ね、あのそれどこで買うんですか？あ、これうちでも売ってますし、どこでもありますよ、ペット用品のところだったら。はい、結構まだ皮膚がねちょっとデリケートなんで、あの皮膚絶対痛めないので、これだと、これで結構毛がね、すごいからね、うん、これでももうやっぱり毛の抜ける生活です。結構今の時期は子犬でも抜けます。すごいですもんね、うち毛だらけだった。またうちもダイソン買ったからね。そうよ、ダイソンが。ダイソンがあるから大丈夫。難しいな、この抜け毛、ね。もううちには天の毛がなくなりつつあったからね。そうよね、車の中とかにあるけど。あら、やってもらってんの。あら、気持ちいい。手の新陳代謝がね、やっぱりブラッシングすると良くなりますので、手の新陳代謝をね、上げると、あの皮膚トラブルの予防にもなるんで、うん、ブラッシングは結構やっていただいていいと思いますね。はい、今はご存知と思いますが、顔周りをできれば毎日拭いてあげてください。はい、いい匂いするんだよね。そうですね、もう顔周りはどうしてもね、皮膚がトラブルの起こしやすいとか。で、何使ってやってもいいんですけども、あのワンちゃん用のウェットティッシュでもいいですし、うん、うちは一応このワンちゃん用のこの、あの化粧水使ってますけど。ね、このお目目のとことかのこのシワとシワの間を、はい、ちょっと見ていいですか？はい、どうぞ。はい、見えちゃうんじゃない？キレキレね。お目目とか拭いてあげてね。うん、でもこの子は白、うん、結構ね、白いけど涙焼けは本当少ないと思います。そうですね、綺麗。うん、綺麗にするからね。綺麗にするよ。食べ物の状態でこう見て、健康状態見て。この辺りと、あとこの胸、
顎とか、まあ、胸の顎から胸のところですね、はい、ここはちょっとねやっぱ皮膚トラブルになりやすいので、うん、ここはちょっとこう拭いてあげる感じですね。これやっぱりそのブリーダーさんとして考えるのは、その涙焼けの原因っていうのは一番何だと思います？一番はでも体質ですね、うん、で結局例えば兄弟で何頭か生まれてもあのなることならない子いるんですよ、うんうんうん、で同じ兄弟で同じ食事をとってても、うん、なることならない子が出てくるってこと、ねうん、で例えばそれ でなっている子でも大人になって飼い主さんやっぱりあのいろいろ食事変えたりすると亡くなりましたっていう方も結構多かったりするんで、うん、食事が合わない食物合わないっていうのと、うん、あとまあ類感とかそういうこともね子供の時のね成長過程で、はいうん、あとは結局その涙の成分ですよね、うんうん、その成分がその雑菌がより繁殖しやすい環境になってしまうかどうかっていうのもあるので、それって結局体から分泌されるものの影響を受けるので、うんうん、なので、まあ、結構それで食事を変えると良くなるっていう子もいたりするんですよね、はい、食事は大きい、うん、清潔にするっていうのは当然そうです。でも結構ね、ロイカナはね、なりやすいって言われる、うん、ご飯なんですよ、うん、どうしても油分が結構もう美味しくできてるんです、うんうん、なので油分が結構多めなんで、うん、涙焼けは出やすいって言われるんですけど、うん、まあ、それ食べてても比較的この子は抑えられてるんで、うん、本当に綺麗な子、うん、これぐらい高消化性のやつで入ってみて、フレンチブルドッグもあるじゃないですか、これってそれ例えばタンパク質量がちょっと多かったり、うん、油分が多かったり、フレブリオになってるんですけど、そういうのもやりつつ最終的にそう本当に涙焼けとかアレルギーが気になるようだったら、うん、アミノペプチドフォーミュラとかも最終的にはあるから、そうですね、そうやって段階的にまずはこれで行ってみて、うんうん、まあ、メーカーもねこだわらなくてももちろんいいですからね、そう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 、うん、はい、いろんなメーカーさんの試してみてもいいと思いますし、消化性がやっぱりこうねタンパク質大事かなと思ってるんで、うん、そこはちょっといろいろまずはここから今食べてるもの、うん、そうよ、ね、食べてるものを与えて、食べてるものからね、そこからですね、はい、お家始めたもんね、本当に涙ね一つの課題だからね、やっぱ綺麗でね、うん、してあげたいから、まあ、やっぱりちゃんと綺麗にしてあげることも大事ですよね、うん、そうですよね、はい、はい、あと肛門腺、はい、絞ったことありますか？前の子ね、前の子ね、やっ一度もすが、ちょっとね、この子難易度高いです、尻尾ないんで、あはい、もしあれだったらなんか病院で、これも病院じゃない、うん、うん、全然やった、変な時やったことなかった、はい、あのフレンチはね難しいんですよ、うんうん、あの尻尾あるワンちゃんグイッて持ち上げると、はい、やりやすい、やっぱりやんなきゃダメなんですか？あの、たまりやすい子とあんまたまんない子といて、うん、この子はまだわかんないですか？この子はまだわかんないですね、子犬ちゃんなんで、ケンはね、仙台犬は全然たまんなかったんですよ、うん、うん、牛で全然出ちゃう子もいるんですけど、かゆがったりもしなかったし、あ、でもあんまこの子も今のところたまってないですね、たまりやすい子はね、結構ね、もうたまってるんですけど、小さくても、うん、全然たまってないですね、あら、リンちゃんもいらないのか、うん、まあ、あの、これもちょっとね、難しいね、フレンチちゃんは、うん、はい、あの、病院さんでなんかお尻つけてズルズルかゆがったりとかするんですか？そういう表示します？サイン出します？出しますかね？たまる子はお尻歩きって言ってお尻をこうズリズリやるんで、うん、そこをついていく、はい、そしたら小さくてもやるってことですよね？小さくてもね、たまったらやりますね、やっぱり、はい、そしたらもうそのまましてないですぐ絞った方がいいって感じですかね？そうですね、たまってる時はすぐに病院さんとかで、うん、やってもらった方がいいですね、ありましたね、あなた、はい、終わり、ありがとう、ありがとうね、頑張ったね、頑張ったね、そんなにいい子でどうするの、全然何一つイヤイヤしなかった、ね、本当に嫌がんなかったね、こんな絵が撮れるのある、ね、ずっと何も動かさず美しい絵が撮れるのプルプルやるの、もう豪華です、あら、もうねんねやね、もうねんしたくなっちゃう、体拭きたいんだよ、もうねんしたくなっちゃう、お風呂も入れてもらって、大きくなった、この1週間すごいびっくり、がっちりしたわ、あら、あら、あら、いいんじゃん、ありゃありゃ、だんだんよりフレンチらしくなってきて、ねえ、なってきたね、あなた誰かおならしたですか？臭いですか？ニンちゃんじゃないの？はい、ちなみにお商品の方もクレジット、そうです、クレジットで大丈夫ですか？はい、あの商品はね、3% とかつかないんで、はい、全然でもカードの手数料が乗っかっちゃってるってことですよね？そうですね、こちらの、ね、それを払えってことですね、はい、こちらの方が、はい、
ワンちゃんの金額と、うん、で残りの金額の方がクレジットでお支払いであれば54万5964円、はい、で商品の方が税込みで2200円というふうになりますね、はいはい、商品は別に買っていいですか？大丈夫ですよ、うん、はい、これは現金で払おうか。はい、かしこまりました。お支払い回数は一括で、一括でよろしいですか？はい、はい、かしこまりました。じゃあクレジットカードのお預かりさせていただきます、はい、はい、おいおい、りんちゃん、りんちゃん、よろしくね。よろしく、お母ちゃんマスクをさ、本当は取りたいんだけど、顔ちゃんの見せてあげて。りんちゃん、この顔、この顔がりんちゃんです。匂いでわかるね、お母ちゃんね。そうだね、あなたね、りんちゃんのお母さんだよ。ゆっくり寝ようね、今日ゆっくり寝ようね。始まっちゃった、始まっちゃったな、おい、県民生活始まっちゃった。始まったよ。じゃあ帰ったらさ、てんちゃんと挨拶しようか。ね、挨拶しようね。ね、姉、ね、ちゃんのね。もう大成功。お、元気になってきた。復活してきた。お、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 元気になってきた。本領発揮してきた。見た。本領発揮、本領発揮、本領発揮。元気になってきた。目覚めたな。あれはおかしい。おかしいな。覚醒したな。シャンプーも終わり。何かあれですか、 YouTube に上げたりとかするんですか？ YouTube 上げてもいいですか？始めようかと思ってるんですけど。あー、そういうことなんですね、はいはい、なるほど。ここからね、作る道中も撮ってたんですけど、ウードンさんを選んで経緯とか。あ、そうです。あの、おかかちゃんとかもそうなんですね。あ、そうです ね、はい。結構あのフレンチちゃん、結構出身の子はたくさんいまして、始めていこうかな。はい、はい、インスタとかでも結構ちょっとね、あの人気のあるあのフレンチちゃんとか結構出身の子いたりしますね。ウードンズ世田谷出身って書いてありますもんね、はい、うん、そうですね、かわいいの。ソフトがね、対応がソフト、ガチャガチャしてない。エクちゃん、お座りだ。2回出産してるんだって。ありがとうね。眠くなっちゃったか。眠くなっちゃったもんな。まあ、もしあのまたね、大きくなってあのこっちの方遊びに来るようなことあったら、うん、ワンちゃんと一緒に来てもらえると。世田谷公園に来てウルドンさんに寄ります。多分ね、多いのはやっぱ代々木公園は、うちの、あのフレンチがとにかく多いですよ、代々木公園って。はい、それで結構行ってみようかな、一回。うちの出身の子たちが結構、うん、じゃあ代々木公園を歩けばブルゾンズ出身に当て当たるみたいな話。まあそれもありますけど、でもフレンチ自体が結構やっぱたくさんいるって言いますね、代々木公園は。行ってみようかな、はい、ね、散歩で行ったことないもんな。聖地か、行ってみよう。じゃあ慣れたらね、もうちょっと大きくなったらね、行こうね。ただ最後にもしよろしければのお写真を撮りたいんですけど、顔出しでも大丈夫ですか？いいですよ、全然。あ、じゃあちょっと、はい、あのソファーのところでお写真撮らせてもらってよろしいですか？はい、じゃあちょっとママにりんちゃんを渡して、もう今回してる状態なんで。じゃあちょっと待ってますね、はい、はーい、撮ってくれたらいいんで、すいません。じゃあ写真撮るときの私たちの恥ずかしい声が入るんですね、これね。まあ、そういうこと。マスクしてもいいですよね。まあ、そのまんま、うん、マスクしておいていただいてもいいですよ。撮ってもいいの？あ、全然、もし。撮影用で。一応、あの、ホームページにあのブログ載っけさせていただきますので。どうぞどうぞ、はい。どういうポーズが一番いいのかね、これ。あ、全然、はい、で、あの、りんちゃんが可愛い顔してるとこ使わせてもらいたいので、はい、あの人はキープしてもらう感じで。はい、りんちゃん、りんちゃん、りんちゃん、こちこち。この声が入ってるのか。りんちゃん、りんちゃん、りんちゃん、こちこち。すごい、スマホケースもケーブル。あら、いいですね。かわいい。はいはい。かわいい。かわいい。ほんと。かわいい。かわいい。ありがとうございます。
入るんだ。小さいの今だけですよね。本当。移動の時だけな、みんちゃんな。あら入った。あら入っちゃった。あら入っちゃった。あら入っちゃった。ありがとうね、みんちゃん。でちょっとね、結構車の中は今暑いかもなんで、ちょっとこう水とか、はい。気をつけて帰ります。はい。一応あのシルとか全部こちらに入れてありますので、はい、ありがとうございます。じゃあ今日の手続き以上になりますね。はい、ありがとうございました。お世話になりました。はい、大事に大事に育てます。あ、そう、お車、はい、あ、じゃあこっちからも出れますので、この間もそうです。行くぞ。じゃあ、ね、じゃあ行こうね。あ、みんなね、すいません、みんなありがとう。またね。みんなもありがとうね。ゆくちゃんもだいぶ、こっちエポカです。エポカちゃん、ありがとうね。やっぱ女の子かわいいよな。ストレスかかるけど頑張ろう。またね、聞いてよ。また来てーって。ありがとうございました。ど真ん中で極楽すごい。めちゃめちゃ触りたいんだけど触れないといいね。ありがとうね、ゆくちゃん、ありがとう。バイバイ。いい天気でね、ふさわしい日だ。ありがとうございました。こっちか。みんちゃん、行かせんなよ。ね、言うことちゃんと聞いてね。ご飯ちゃんと食べてね。わがまましてる。すいません、ありがとうございます。じゃあまた、あの、お聞きだったらぜひ遊びに。はい、はい、ぜひ。ありがとうございます。ちょっと、最後ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この持ち方よ。これこの丁寧な、どう下を持つという。ね、じゃあ真ん中に見せよう。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。ありがとう。バイバイ。いますよ。ありがとうございます。すごいね、動画でそれを撮るって。もう座ってるもん、ほら、お利口さんに。いい子なのよ。寒すぎるかな、エアコン。でこっから風がぶんぶん、でもこのくらいでいいんじゃないの。全然見えないんだけど、全然見えないんだけど、いいね、いくよ。はい、はい、ここにいます。さあ、そういうことで開ける、ここ一部始終でございますって感じで、りんちゃんを迎え入れ、お店から迎え入れた一部始終をお届けいたしました。これこれここやって、世田谷です。はい、これここに車を乗せてりんちゃんが入っております。あ、ごめん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 な。はい、りんりん、りんちゃん登場。あ、でも座ってて偉い。ごめんね、あんまり触らない方がいいね。り、うん、んちゃんよろしくな。あら、こんなえ、こんな可愛いことある。いいじゃん、いいじゃん。これちょっとじゃあ外す、俺が最後で外す。いいじゃん、いいじゃん。これだよ。元気、元気、静かに安全運転で帰るからね。涙が出てくるな、こんなこんなこと、うん、こんな日が来るとか。あら、うまい。あなたを出した。泣くわけにはいかんじゃん。そうね、天が生きてたらさ、妹としてさ迎え入れるわけだよ。それをなんか生まれ変わったとかさ、いろいろ言ってるけどよ、天は天であって、天は天であって、うん、お互いで俺は尊重したいし、うん、それぞれのね素晴らしさが生まれてきた意味。まあでも出会うべくして出会ったのかなっていうのはね、りんちゃん健康だったら人間張ってないだろうし、うん、そもそも人が生まれてきてなかったのかもしれないしね、うん、ね、そうだね、りんちゃん。ここ曲がんなきゃダメだったら、ね、危ないかな。泣いてるあれ、これは道を間違えるっていうパターンですよ、お得意の。目に救わないよ、ないよ。
in the car って感じなんですよね。来ちゃったね、リン。リンちゃんね、非常に肝っ玉美少女でございますよ。世田谷から今三浦市、横須賀市こで来たんだけど、その間な、おとなしくな、なんかかじったりさ、動揺してさ、泣いたりさ、することもなく穏やかにちょっと寝たり、まあ、でも物音がね、まあ、車ガタガタしちゃったりさ、音をちょっと立てたりするとうってなるけど、こんな感じ。起きても見て見て、この感じ、あくび、頭美少女ですよ。あくびした、あくびした、すごい破壊力、あくび一つ破壊力、ね、先ほどこう池にね話した通りてるてるに向かっております。いろいろとね、てんちゃんの顔合わせというか、これからよろしくっていうのをねやるのと同時に、まあ、鼠径ヘルニアの説明あったと思うけど、さっきその状態とか見てもらったり、俺がこの間ねお願いした腸内細菌とかさ、椎間板とかさ、分子的に、分子生命学じゃないけど、生物学じゃないけど、そういう観点からやるのと同時にてるてるに見てもらうから、臨床的にそういう話もちょっとしつつ、どういうところを見てるのか、だって初めてよ、今日さ、じゃあてんちゃん帰ろうって言ってそのまま病院に行くっていう映像あんまりないでしょ。ある、見たことある？え、ない。反応悪い。私どうした？俺言われて、てるてるにドッキリ仕掛けるダメだよ。肝っ玉は小さいからね、この人。やめて、肝っ玉ないないさっちゃんだからドッキリとかできないでしょ。無理で、俺がさ怪しいことを言い始めるっていう、もう今日から早速水素水を飲ませますとかね、酵素風呂に入れますとか言い出したらどういう反応するのかやりたくなる。買ってきましたとか言って水素水、かわいそう。そんな、でもこれを今飲ませてますとか言って、美味しいねとか返事に困るじゃん。あげちゃう、ドッキリやる。それはまあおいおいね、リンちゃんを連れていくっていう映像あんまないじゃん、うん、その時獣医はどういうところを見るのかっていうのをねしっかり撮って、はい、行こうと思います。パパ撮ってね。いやいや、俺はそばで喋ってるから、こっちが撮ってくれないと。私が撮るのね。よろしく、カメラマン、カメラやってくれてますよ。すごい大変、慣れないこのビクビクアラフォー女性が。アラフォーじゃないよ。アラフィフですけど。ジャスフィフ、アラフィフでもないのか。まあということで、ベルテルに向かっています。見て、リラックスしてる。めっちゃありがとね。じゃあまたベルテル着いたら回しましょうか。これ言いたかったやつ。じゃあまた。します。カラスがいるね、あそこに。看板の上に。てるてるにやってまいりました。ここがてるてるアニマルクリニック。じゃあここで一回止めて、あの答えを、あの了承を得てからあれしよう。あ、なんか新しい、びっくりした。こんにちは、またお願いします。かわいい、かわいい、珍しいね。でございます。フレーブル、フレーブル、はい、ごめんね、まだ落ち着いてないもんな。
みんちゃん、どういう寝ようかってよ。どうすんの、どうすんの。でもね、あ、ほら撮っていいですか、早速。出た、いいですか。先生、ほら見て、ほら、みんちゃんです。みんちゃん連れてきましたから、そっち行きます。なんかしれっとてんちゃんって言いそうな。あー、ほんとほんと、いいね、てん、なんでもね。いや、言うでしょ。うん、軽く言っちゃってる。お願いします。はい、お願いします。出した方がいいですか。はい、体重取りましょう。はい、うんちもしないで来ちゃったわよ。今バーン、ね、YouTube 的にはバーンってるってる、院長ブワーってなってる。いや、出た、やめてよ。呼吸下ろされる、全部はい、やった、やった。言われてるね、そんなことないね。のでも本当すごい映像だよね。今日じゃあ何初めて今日来ましたから、そのまま病院に来る映像ってなかなかないでしょ。じゃあ体重測ろう。よし、ちっちゃけやな。やばいや。1.6kg。 どうですか、これ。すごいよ。どういうところをチェックするのか。取れちゃってすごい。ただ単に俺のチェックされてるみたいな感じ。それもあるな。そうなってる姿をチェックされてるっていう。マジでおもろい先生なんですよ。本当にやめても。もうやめてって感じ。静かにねって感じ。何キロは、あ、いいのか。すごいね。なんか、あ、結構堂々としてるんですよね。なんか知らないけど。すごいね。見てみてもらって、そのまま、うん、すごい本格も綺麗ですね。よかった、よかったな。やっぱ白身はなんか怪しい日をしてますよね。ああ、本当。そうですよね。うん、そう思う。そこも頑張って冷やしています。そうですね、うん、大丈夫でしょ。巻きだけは大丈夫だよ。肉球とかもピンクだし。色素全然黒く、でも目はね、黒くて鼻の方が真っ黒になってくるのかなとは思うけど、うん、分かんないね、白いかも。ゲーブル先生。なんだよお前。こんな子でございます。こんにちはよ。ソケーヘルニアの、はい、どちらだっけな、分かんなかった。そう、もうほとんど分からないですって言ってましたね。ほぼないですって。その26日の時点で、うんうん、なんとなくあるかなっていうようなものが今は分からないなみたいな感じで言ってましたけど、もうこのままテルテルさんに組んでって話をして、うん、そこを改めて見れば、うん、基本的にもう僕の指先が入るような穴がないので、うん、まあ、ノーマルレベルにしまってるかな。うん、で、ベースもしもしもし。そんな感じ。そうっすね。ベースもね、ないって言って、うん、怪しい肌をしている。だってね。覚悟教えてください。全然やりますよ。やりますよ。でも、いきなりさん、ね、あの弱酸の、あの酢酸のシャンプー使わない方がいいですか。薄めで使ってもいい。もう全くベビーちゃん用でいいですね。まあ、まだ。ワクチンとかも全部済んでないでしょうから、うん、お風呂その先ですけど、うん、まだ特に何かに仕向けたシャンプーを使用していただく必要はないです。まだ最初はみんな綺麗な、うん、今日ね、あのシャワー入れてもらって、うん、洗ってもらって、みんなを掃除してもらって、うん、なんだお前、爪を切ってもらって、よろしくって言っていて、ケルテルよろしくね。あそこにいるからで、ウィンゼルの通勤の途中にいるからで。めちゃくちゃ緊張。いや、なんかブルブルもしないよね、子犬だから。まだあんまよく分かってないよ。分かんないよ。ね、そう、あのほら、てんちゃんのさ、どうですか、こう見た感じで。性格がまったりですよ。うん、マズルはてんより、おさらちゃんと短くなりますね。結構スイスイ言ってましたね。そうそう、言う言う、うん、これは言うようになる。鼻の頭で、鼻の頭っていうか、こう鼻の穴が音鳴ってるんですよ、うんうん、喉とかで鳴ってるわけじゃないし、うん、気管の方も聴診してて音はしてませんので、はい、うん、ここがスリット状なのが、まあ、フレブルの特徴でもあり、うん、フレブルじゃない研修から見ると異常と言われますけど、うん、まあ、ある程度成長して鼻のスリットのこう
まあ、穴の大きさっすね、うん、そうですね。そういったところ今の時点ではちょっとちっちゃいですか。まあ多少、まあ、全部広すぎたけど、まあね、そりゃそうっすよ、あの顔してましたから、だからそれを異常と捉えるか捉えないか、まあ、人間の性格と、まあ、精神科の話と同じですけど、日常生活に支障が出るか出ないかなので、うん、本来は何センチだから切ろう、何センチだから切らないっていうのはナンセンスの話だと思うんですよね。本人がまったりしてる人は別に酸素そんなにいらないとか、そんなにいらねえじゃん空気って話ですし、まあ、本人の性格とか、うん、成長段階での姿、肌の形とかを確保して、ね、状態とかも、ね、やればいい。このスピスピしてるのは、まあ、ある意味腹ペチャだからよねって言えますよね、うん、これ自体を異常として、うん、切りましょう切りましょうって、うん、ちょっとなんか違うかなと思って僕は見てますけど、うんうん、はい、環境ね、成長を見ていって、うん、他はそっからっすね、他はじゃあ大丈夫なんだね、みーちゃんハートとしては少しはすごくしっかりして、すごいなこの光景、ちょっとうるうるする。お父さん行く時も泣いてたもんね。早い。引き取ってからも泣いてた。あ、そうそう、やべえな。やばすぎる。やばいでしょ。それはもうしょうがないですよ。やられてんだよね。プレゼンにやられたんだもんね、頭を。もうまあ不可逆的なやつ、そうかよ、もう戻んない、それは変遷してしまったんだよね。もうダメだね、最悪だよ、やられっぷりだから、やられっぱなしちゃうからね。鼻ペッチャ買ったらさ、みんな大好きになっちゃうんで。デルテル先生のアニマルクリニックの看板は鼻ペチャですね。あ、そうだよね、バグですから、ずっと飼ってましたから、ね、そう、やっぱりその思い出があの看板になったところを思ってる。ファグ拾ってこい、ファグ拾ってこいって言って、っていう奥さんに言って、ね、飽きたばっかり拾ってくるのあいつ。拾ってきてるわけじゃないじゃん。思うんだよって思うんですけど、ファグは落ちてる。そういう思い出があるから、ファグが落ちてない。座ってるとこですね、看板に。なんかどうしても鼻ペチャ好きですね。でもみんなおっしゃってますよ、患者さんも。一発目で鼻ペチャ迎え入れちゃうと、もうずっと歴代。鼻ペチャで来る。そんな、可愛いんだけど、すごく可愛い。でもね、そうなっちゃうんだろう、可愛いんだもん。可愛い。あと口の中綺麗です。綺麗。たまに口外裂って言ってここ空いてる人いますけどね。そういったことも、ね、ないもんね。あれ悪い。悪いですよ。綺麗なもんですけど。全然目のちょっと見ちゃいましたね。まあ、でもなんかあんまり動じないっちゅうか、そうですね、ちょっとプルプルしてる感じはあるけど、でも気持ったま、うん、なあ、車の中でも全然、そう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 、いや、そういう方がいいんじゃないの、うん、いいね、確かに、また人に慣れてね、人が大好きな子がいいね、言っててんだって人大好きだ、大好きだ、ね、めっちゃ好きだ、そういうのはいいなと思います。見てもらわないよな、目は綺麗、目綺麗、よかった。まあまあ全体的なものは一番最初としてはどこは言うことないと思う。あ、本当ですか、よかった、よかったな、よかったな、嬉しいな。ふざけてんな、そこがいい、それがね、多分すごい誹謗中傷する、ごまかせられる、虐待だった絶対ないから多分、まあ、最初いろいろ検査、ね、はい、してるみたいだから、お腹の虫うんぬんとか、はい、まあ大丈夫だと思うんですけど、大丈夫ってなってましたけど、うん、そう、それは文言でね、そうっすね、その時期あったけど、うん、2週ぐらいしないとどっちなんでしょう、今日もし金金で卵をもらってますよって言っても、うんうんうん、まあ、その卵は孵化して、はい、大人になってニョロニョロになって、うん、でそいつらが卵を産んでお尻から出てくるまでっていうのはまだ2から4週間あるんで、うん、2回以降で、そこは最初、次回のスケジュールとしてどういうふうにして、全部ワクチン、供給日とかも持ってるんですよ、ワクチンは2回、6週、うん、6週って言ってた、3月の28日に受けたんだ、うん、だから4月末に一度ワクチンです、ね、うん、それでお散歩行ったりとか、シャンプー行ったりとかは OK になるんで、うん、そこまではまあ、お家でどんなやつかねっていうのを、ね、お互いの許可をですね。お
距離感すぐ確立してくるって感じですよね。あれは胸筋描写の後で、そうですね、いいです。あの今年初年度なので、なんかいつもより丁寧で、あ、なに感じ悪いな、こういうやつ感じ悪いな、なんか言いますね、感じ悪かったの、丁寧、違う違う、そのなんつったら、あなたのって感じもそうよね。そう、確かにね。じゃあなんかね。俺なんか24時間っていうんですからね。どうすよ。丁寧が服着て歩いてるの。丁寧に違うの。言い方間違えた。言い方違うな。またなんか初めての時のあれですね。そう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 、その感じがなんか新鮮。新鮮ね。そう、初めてテーマを連れてきてくれる、ね。うん、そういう感じだ。でも、あれだわ。すごい新鮮。すごいなんかくつろいじゃってるじゃん。最初しかそんな話しないもんね。本当そう。いいなさ、ポイントだけさ、うん、なってくるじゃない。うん、慣れていくんですよ。なんなら俺ら来ない時もあったし、ね。うん、あ、そうそうそう、外でね。あ、でもすごい落ち着いてる。ね、よかったね。一旦すごいね。すごいなんか。まだよくわかんねえんだよな。どっちが敵かもわかんねえから。どっちがどっちだ。なんだかわかんない。こっち側の犬なのかあっち側の犬なのか。わかんないよね。たちも始めましたもんね。そうよ。まだ猫かぶってますから。うん、2週間ぐらいすると血が出てくるんじゃないですかね。そうかもね。こんなもんじゃないはず。こんなもんじゃ怖い怖い。絶対もっといろんなことノイローゼになるんだから、私なんか絶対に、あ、またこんなとこ知恵はまた、ね、誰かもらってくださいとかさ、そんな感じはその後でも大丈夫です。いい、そこからまた1ヶ月空けて大丈夫。5月の末が狂犬病の最初になりますね。それ人間ですけど、はい、特に急いでね、その証明書使うこともないでしょうけどね、うん、そうですよね、うん、で来年はまたハガキ来たらうーと多くらいの気持ちで、うん、あれもマダニとかのケアの薬も、うん、出るようになってます。そう、ね、その次にもらうっていうか、はい、夏の終わりとか、はい、来月でいいんじゃないですか。フィラリアはどうしたらいいですか。まだそれの来月スタートでやってくんで、うん、で、まあいろいろあるんですけど、本来普通にしてれば感染はしてないはずなんで、はいはい、なんか初年度ってそのままお薬スタートよって人もいるし、あ、うん、まあ、むしろバラバラ調べようって言ったら調べないですし、うんうん、それともかくとして始めるのはお散歩出るようになってからの来月からでいいと思います、うん、それは、はい、そうだね、来月だね。やべえじゃん、こんなの来ちゃって、巻きたけまた始まっちゃったね、やばいだね。何この話をしてだから、ね、すっごいなんかね、6ヶ月ぐらいでその椎間板の、まあ、もらう切開がっていうのも、はい、レントゲンとかも一応撮ってもいいんじゃない、その模様も一週間前よりすごい一週間前よろしくお願いします、先生マジ変えるじゃん、うんちゃんお願いします、すごい広がりやすいな、大丈夫なんか無くなったんだよね、食ってんな、すげえ、がね、悪いとかしたんだけど食べてんじゃん、100グラムぐらいしたね、50、朝に50、食いが悪いわけないところ、食いすぎぐらい食ってんじゃん、うまい今日ね、まだね、うんちとかしてないんじゃない、きっと、うん、そう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 、意外としちゃうかと思ったけど、しないでるし、流したもんな、そう、みたいな、プリプリしますよ、そうそうそう、あちこちにまたそれにするんだ、また、うん、飽きたいのどうすか、最初はもう超バカ、うちのやばいっすよやばいんだ、やばい、どれぐらい来たんですか、最初、何ヶ月、3ヶ月で、やっぱ3ヶ月ぐらいか、でも、すぐは覚えんですか、そのトイレのあれとかって覚えんですか、すぐうちの犬中でしないんで、あ、そうか、上の子たちは、そうか、そうか、で久々に家にそのペットシートっていうのがある状態で、なんとなくそこでするんですよ、ペットショップ上がりだから、うん、やっぱそこが落ち着くんじゃないですか、うん、教えるわけでもなく勝手にするんですけど、うん、教えてもないから、うん、まあ外すんですよ、うん、そう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 、やっぱりでかいやつ、ラージみたいな、ワイドみたいな、いやもうちっちゃちっちゃちっちゃい、なんか今ちょろっとそのペットショップってってたけど、あれなんですか、そのジュリーさんもペットショップから買うんですよ、そのジュリーさんの犬を買う時の事情がわかんないですよ、俺は車と犬はもらうものだと思ってますけど、僕もそう思ってる、車とかバイクとか犬はもらうものだと思ってますけど、そうそうそう、今回のはなんかずっと売れ残ってて、なんかうちのがずっと見てるらしいですよ、お買い物の時に、わかる、すごい、あるんだ、そこにあるんだ、あるんだ、あるんだ、ずっと残ってるって言って、そんな残ってるわけなんめえと思って見に立つか、いや、行かないやつ、行かないんだ、かわいそうだねって言ってもう仕方仕方かわいそう、ペットショップに売ってる犬とかどう思うんですか、
これはすごいね。だから変な気持ちになっちゃうじゃないですか。うわ引き取ってやめないとみたいな。一回例えば入り口、まあ、多分ペットショップが多いんじゃないですか。みんな一番最初の、まあ、初めて、まあ、だんだん変わってきてるの。でだんだんいろんなのが見えてきた。保護犬っていうのがいるんだねとか、その辺にも犬がいるんだねとか、いろんなのが芽生えて、まあ、やるんでしょうから。何も考えずに子供に犬せがまれて、犬飼うべえって言ったら多分ペットショップに行くんでしょうから。ペットショップのっていうのは間口としては、まあ、まあ一般で、まあだいぶ減ってきてはいるけど、でもこう獣医さんだとそのリーダーさんが検診とか来るじゃないですか。そういうつながりで、そういうとこからもらっちゃうみたいな。ああ、俺はあんましないっすね。あ、そうなんだ。そういうつながりでやるんじゃないの。もう奥さんがその犬の縁みたいな、来ちゃったねみたいな感じですね。今回も別にあいつがどこにいても、その辺で怒ってても、うん、まあ来たんだろうなみたいな。ショップに置いといて指ちょん切りしたらしいんですけど、なんか結構ボロカスで、でなんかそれ見てらんないっつって、まあ、やっぱ狭いところにずっといるからって感じですね。まあったんじゃないですかね。経緯は分かんないですけど、足の指なんかなかったりとか、ひもがったりとかしてて、なんかそれだからものすごい、要は安い。相場どれぐらいなんだろうね、秋田犬って。わかんない、今。高いんじゃない？どこに出して買ったことない。白ですか？白。いや、それが今、トラゲなんですよ。あ、トラゲもあるもんね。トラゲってあのグレーと白っぽいやつ。そうそうそう、グレーと黒みたいな。あだ名みたいな。すごいくつろい。え、女の子？めちゃくつろいでる。オス？男の子で。あら。まあ、超バカ。バカなんだ。あんま信じらんないわ、バカだ。でも可愛い、見たいな、そのトラゲ。いや、でもありますよ。でも、あら、合うでしょ。あら、もう。俺でも一人で歩いた時に合わなかったんだよ。だから、あそこは歩かないからですよ、先生の方。バイクに回ろうかなと思って、俺は一人泣いてる姿見せつけようと思って。俺はこんなに悲しいんですよ。でも朝、そうですね。天がいる時はよく、あ、秋田県の車だと思って見てました。9時台が、俺が、そっか、9時半ぐらいから歩いてたから、ちょっとずれてる。ちょっと早いもんね、先生。そうですね。もうちょっと早いかも。本気で遅刻してるかどっちかですかね。気分ぐらい。そう。ああ、ああ、みたいな。すごくつろいじゃって。遅刻とかなと思いますけどね。いろいろ思っちゃうとこありますけど。もう運だなと。まあ、そいつがどこにいたかってだけじゃないですか。だってペットショップにいれば、だってブリーダーが繁殖してる。そうそうそう。まあ、そうなんですね。そこはどこも同じじゃないみたいな。そうそうそう。精肉されたお肉を、かわいそうだから食べないっていうのこれできないですよ。精肉されちゃったら美味しくいただこうってないって、それはもう供養だべって思うから、まあいろんな考え方あるんでしょうけど。そう。途中でもちゃんとそのブリーディングしててその辺の検査にね、ね、人間のとかやってるのも、そうちゃんとやってるから、いっぱいあるし。そう、なんだっけ、カインズとかどうでしょう。そう、ペットワン。ペットワン。ペットワン。そう。ペットファーストがイオンか。ペットワン。イオンはやってないんだよ。うん、ペットワンは電話をかけたんだけど。そんな電話かけてるんですよ。何でしょ。なんでやらないんですかって。なんかいろいろ筋肉症はそのなんだっけ。とんがっちゃってる。やばいっすね。なんか相当とんがってる。すごい。また丸みを帯びてる。すげえとんがってる。すごい。すごい。すごい。筋肉症とかさ、あの取り忘れるとなんでそんな遅いのみたいな。すごいとんがってるの。今のプレイヤーになっちゃう。やばい。やりたいのかこっちは。やりたいけどね。それに突っ走ってますから、ね。そうそうそう。怖くないこの感じで。これをね。これでやられたらさ。でもなんかこれをおかんがケラケラ見てもおなんつうんですか。コンパ止まってるから。私なんかもう。もう呆れられてるわけですよ。もう長いからね。うん、もうね。そうね。でも本当いろんな子いるからね。どこから来ても。どこでしょってもだと思いますけどね。来たらもうだって可愛くて何でも何でも。ピアノ今確かにいたのよ。だから60何万ぐらいからスタートして白の。やっぱ売れなくてね。オスなんだけど。福岡ね、九州とか州、宮崎のブリーダーか。ここがいてだんだん値段が下がってきて。そこを取ってこいと。あいつさその写真をのブリーダーの名前。そうそう、俺見ちゃうと見ちゃうと男の子だろうと。なんかそう、その同じ気持ちで引き取りたくなっちゃうんですよ。なんか、まあ、そういう商法なんじゃないかと思いますけど、ね、うちの見てる限りは、俺なんかもうしかも、ああ、そう、かわいそうなんで、へえって言ってても、もうその日の夜ですよ。もういたんだ。もうこうするからとかじゃなくて、持ってきたんだよ。
自己的な、自己報告的な。はぁーみたいな。えぇーつって。でもチェックするわけでしょ、全部。まあ、いや、見ますよ。そうですよね、見ないと。はい、ちょっとメモリーで終わってるでしょ。車買うときなんか多分俺下まで出てきますね。そうです、それがないです。やっぱ好きだとやっちゃうことなんで、そうでしょ。それはしょうがないですか。全然別に他に悪いところもなく。またハグですかね。飽きたいやつです。基本的にそんなバカじゃないでしょ。いや、基本そのおっとりしてる。基本ちょっとでかいやつ足りてるみたいな感じですけど、なんかこっち見ながら歩いてて、こっちの近所でそのまま電柱に当たったりとかさ。すげえバカだ。そんな感じなんですか。なんかのほほんしてますね。すごく今の子は特にのほほんしてますけど。めちゃいいな。どれぐらいですか今。もう。お前ありましたかね。でも絶対もう会うから。うん。いやでも、まあ。名前なんですか。え、坊や。坊や。坊やです。ポテト、リンゴ。ポテト、リンゴ、坊や。野菜だね。もういかにふざけてるかって。来たね。まだらだしね。まだらだし。うん、いいじゃない。リンゴだったって言って、あ、リンゴと同じじゃんとか言って。あ、そうだね。そう言ってます。あら、じゃあぜひ。耳寝かして寝てる。お会いしなくちゃ。すごいね。なんだろうな。かわいいね。あとは、お家に慣れる頃っすよね。2週間くらいして、人間も気張ってるじゃないですか、最初。なんか就職して最初の2週間こんな経験してますけど、5月ぐらいになるとみんな病欠でいなくなってくるんですから確かにあの頃聞きますから、2週目ぐらいからお腹やっこいな、ゆるいなとか、そのぐらいからですか。うん、そういうのは見ててください。なんかピーピーしてるよとか、ご飯食べないよとか。割とすぐになるわけじゃないですか。なんかすげえすぐにストレスを感じるのかなと思うけど、割と最初の方ってみんなあんま来ないだなって頃に購入してとか引き取ってって言って、1週2週目で来ないとか多いですけどね。それぐらいの期間を経てちょっと慣れた頃に体も疲れてガチャガチャしてくるんですよね。鼻水するとか、なんか咳するとか、子犬あるあるですよね。咳とか下痢とかそういったこと出てくるとは思うので、まああっても、まあ、そういうもんかって最初のね、免疫のね、ご飯食べないよとか、ゲゲ吐いちゃって水も飲めないよとかっていうレベルだったのです、うん、もちろんすぐに来てもらって、うん、便の様子とかも、ね、天のあれで、うん、よく様子見てたと思うんですけど、そんなにね、マキさんに言うことはないですけど、うん、言っていただけるとね、改めて気が付いてしまう。忘れてる部分もかなりあるからね。本当にみんなそれぞれで違うんで、そうですね、犬はとか触れるわとかっていう議論にはならない方がいいと思うんですね。まあ、みんな答えがありますね。アメリカ人だからとか、日本人だからとか、範疇ない、あんまないじゃないですか、個人。はい、日本人だからって言って、ここにも3人いますけど、みんな全然バラバラしてる。全然バラバラ。めっちゃ。そうっすよ。全然違う。研修とか、色とか、あんまりその色眼鏡では見ないよね。マフラーを取る。どんな子なのかねっていうのを観察してもらえばいいんですね。よかったね、リン。いやー、まあ、潰れちゃってるもんね。うん、ありがたいね。ありがたい。久しぶりだね、この前。ね、俺は泣きそうになるから困る。うん、どういう顔をしているのかなと。先生に会うと泣く。泣き泣き泣き。泣き泣き。じゃあこの空気感ですよ。この間はだってほら来てくれたから。あ、まあ、挨拶した時にね、挨拶したんだけど、仲じゃなくて、その時来てもそんなさ、一緒に言ってほしい。死亡第17条に反してるから場所をねそうそうそう、場所を変えてくれた、場所を変えて、場所を変えてくれたのを送信じゃねえしなみたいな。第7条だからね、すごい非収集的なこと、すごい調べるから、ほら唾液の取るっていう論文とかあったんですよ。すごい、広島大学と岡山の南中大学で共同で、うん、要はなんかその医師法第7条、その血液検査とかは医師じゃないとできないけど、看護師がやるためには唾液の検査とかが広がってくるから、その時にどういう抑え、そう、どっちどういう抑え方 で、3分以上口に入れてるコルチゾールがどうとか、うん、でそのそういうこう身体的ストレスの記憶が大体2週間で消えるんで、2週間後にもう一回3サイクルやるとか、こんな論文なんだ。でも真面目にやっぱそれでこうフォーマットができると思うんですよね。こう検査しましょうね。やっぱ誰かが基礎研究しててくれるから、俺らみたいなヘラヘラしたやつこうやって診察できるんで、そうやってしてって感じですよね。そうそうそう、臨床で生かすって感じ
何を裏付けなかったら、もう宗教ですもんね、そんな。まあ、この水晶買っとけばいいっすよ。それがこの何十年のキャリアでとか、この経験をもとにとか言われると、やっぱりこう一般の皆さんは、あるある。そうですね、ってなって、バイアスかかったこと言われるの、うん。でも、そう。言ってる説ない、ないっていうか分かんないけど、そこは。たぶんね、信念がない。そこのとも違うんだけど、なんていうのは、そう、さっき言ったことが全て、お題さんもあるし、いろいろ、うん、いろいろですよ。そう、それぞれを見て、明らかに天の時とはね、違うだろうし、うん、そこですよね。何よ、なんかすごいくつろいちゃってみたいな感じにならないっていう。素晴らしい。地形だけ言うんだったらね、多分経験はいらないですもんね。ボブ引っ張ってるよ、そのこと言ってね。そうですよね。経験は経験であるある意味過程なんで、そことのエビデンスがすごくずれる時あるわけですよ。コアと思うんだけどデータ出ねえんだよなっていう時に、多分最終的な進化なんじゃないですか、僕は。そんなブワー乖離することあるんですか。いや、たまにいますよ。なんで 犬ですか。犬もね、鳥でもなんでもいますけど、だそれ戻って、じゃあそのデータ取った時 そのコンディションはどうだったの。なるほどね。確かにね、 CRP だって肝臓で作るじゃん。うん、そうです。肝臓で作るから炎症があるんだねって判断を、まあ、臨床ではしてる。そもそも CRP って肝臓で作るんだから、肝不全だったら出てこないじゃないですか。肝臓めちゃくちゃ調子悪い時に肝臓の数値跳ねてても CRP は低いよ。それをどう取られるかって感じですし、聞いたらちゃんと理由はありますね。それを理由を検討するだけでも材料があるから、その時しない。何？うんとか言って。来るんだよ。来るかお前。お泊まりする。お泊まり。来るか。おもちゃにされる。おもちゃにされる、ね。くわえられそう。ずっとさ、何日間もさ、グレブルとしか見なかったわけ。グレブル専門店なんですよ。グレブルとですね。そこに飽きたいのをこうやって。それこそ、ね、カオスです。どうなんですか。人間というよりストレスかかんないもん、逆に。どうなんですか。どうなんですか。でも犬嫌いな犬いっぱいいますからね。でも人にはこうウェーって言う、指とかカジカジとかやらせてくれないじゃないですか。犬だとでも優しくしてくれるんだよね、よくそういう動画見るけど。不思議なもんで、ね、後から来た子に対して、何ですか、まあ、来たりもそうですか。家の中うちもそう。もう結局今真ん中のリンゴがもともとウェーって子だった。下が来てなんか飛ぶだよ。そう、おもちゃとか持ってきてしまうんだけど、いいね。綺麗じゃないけど、好きじゃないけど、いろんなそういう、あのはあるんですよね。食べちゃうんだよ。彼らの社会性はあれすごいですね。あそこに僕らのこう日本人的社会性を外装したら、ちょっとね、違うとこあるし、ね、いろんな人いいんだなぁが受け取れないんだ。まず動物と付き合うのは難しいですね。本当そうですよね。本当そう。そうじゃなくて、もうなんでそこでうんこした上でうんこ食ってんだよとかっていう話になってくる。まあ、それはいろいろあるんだろうって言うが、そうそうそう、そういうことがある。本当ね、だから人間はそれでいいんですよ。なんか影でいろんなことやってるから、どうせなんかいいもん食べてたり、なんか美味しいことやってんだろう。犬はもうあるがもまだから、世話はするけど、人間が多少なんか年取ってきて、この人が生きづらい世の中で生きやすくしてやりさえすればいいのに、年取ったからこうしなきゃいけないとかって言うじゃないですか、車の運転は。いやいやいや、そうそうそう、そのサポートだけしてやればいいと思うんですよ。でも犬は違うっていう気持ちはあるじゃない。お犬様はちょっと一人で生きてはいけないんで。そうなんですね。一人でね。ここは生きられない、本来生きられない犬種なのに人間が作ってわけだから、俺は人間が手をかけないとできないじゃん。っていうところの差なんだ。でもそれをやりたい。俺はもうそれをやりたかった。もう一回やりたかった。手にできなかったことでやりたかった。秋田県に来たことで、まあ、っていう人生だから、そうです。いいんです。お前さんの思うようになるんだけど、ならないとこもあるんだけど、うん、サポートしてあげればいい。でも、すごいまったり、あれで。お前何しな。わかんないんだよね、まだ。食べて天だってブルブルして、そうそう、もう文字にない、まあ、あれは手術。腰砕けのね、感じで。くれたでしょ、おしこもらった。だからあったんだ、本当はすごい好きで。好き好き、本当はね。本来こうだよ、こう、本当はね。いつも穴開いてない。耳開いて。
よかったじゃあ。なんかこのこう触った感じとかで何かっていうのはないので、そういうデータだなんだっていうのはもうちょっと先ですけど。そうですね。まずは健全に健やかに大きくなってください。まずはそこ。そしてお犬がいる生活にカムバックした。まあ来たけど。また戻っちゃったんだね。すごいよね。でも半年あっという間だったの。でも辛かったな。まあ今も辛いけど。もういるっていうのを経験してしまってるんで、いないがイレギュラーになっちゃうから。もうそらそわそわします。俺もいずっと何十ね、30年近く犬にいるますけど。今から掘っていなくなって、俺何していいか、多分よくわかんなくなってくるんで。何歳まで一緒にいるんだ。俺は本当15年とか一緒にいたいんですよ。65ぐらいになるんですけど、その先のことは考えられないんだけど、もうその先はもういいな。俺は自由に死にたいんですよ。海外で死にたいんですよ。安楽死したいんですよね。あ、そういうこと？それ大病患ってからしてください。だからそれまでは今度から一緒に生活したいんですよ。65でもみんな若いし若いしさ、そうそうそう、その時の状況にもよるんですよ。そうそう、その時車いすだったらマジ犬飼うって言ったらやめてくださいって言うけど、もしかしたらね。確かに。それ大型犬はちょっとチワワでいいんじゃないですかとかね。それでもなんか、いや俺大型犬飼いたくなったってなってるかもしれないですよ。分からんけど、でも違うんですよ。その自分のその死に際調整できないのがちょっときついなって思ってるわけなんですよ。そう、いつ来るか分かんないからね。ズタボロになってなんか人の世話になってる状態でも生かされるじゃないですか。それが面倒いんですよ。どうなの？でもその時はあれじゃないですか。嫌いなんですか。孫がいた、孫がいた。まあまあ、そういうのもこう、世の子のね、お宝として、生きてる意味付けとして、いろんなのがその時、また変わってくるから。変わってます。そいつらとの出会いもあるから、今は確かに未知だよね。今のこの51歳の俺はそう思ってるっていうね。これは記録としても取りましょう。もう分かんないです。確かにそう、分かんない。もう足ちょん切れて、もう腕ちょん切れて、もう、でも別に一緒にいたいって言って、それに対して頑張る、うん、何でもいいわけで、なんかだからダメとか絶対ないですからね。一緒にいる権利はみんなある。まあそうです。じゃあそれを全うできるようにしっかり世話見てしっかりやってねっていうのは俺らがこうここでブーブー言いますけど、ね、そうです。まさに本当それ、うん、それをやりきりたい。それはもう俺たちの共通の考え。いけるね、すごいね。まだこれをやったことないだろう。この感じ。ごめん。お父さんごめん。俺のエルジェルに先にやられてるっていう。まあ、暑いの。暑いよね。そう、ね、寝てるか。真っ赤やもん。暑い。もう暑いよね。すごい。これがでもいいのよ。耳の真っ赤。なくなった時はなくなるんだから。なっちゃうだから。この赤さがいいの、生きてる証よ。そうですよ。本当。ありがとうって。最高。面白いお家に来たね。面白いよ。すごいから。最高で。すごいよ、これからだった。ありがとうって。お前の今日はこっちだぞ。いいか。ありがとうございます。まだあなたになれないんだけど。いいんじゃん。どうすんのこれ。初めて子供だ、お父さん。本当。どうすんのこれ。どうすんのこれ。もうね、すごい。本当。いっぱい外で待ってるよ。そうだよね。っとごめんね、先生。いつも。本当にいつも。長くなる巻きたけで。今暑い、本当に暑い。暑かったけど、暑い。暑い。暑いでも、そんだけ言ってる証拠でございます。ね、本当そう。嬉しいね。よかったね。いろいろと出てくると思いますんで、本当ね。報告していただいて、頑張りましょう。はい。頑張ろう。でもとりあえずおめでとうございます。はい、ありがとうございます。やめて、笑うか。完全デレデレじゃん。ごめんな、ごめんな。よかった。すごい止まってたから。こうやって巻きたけど、またペースが犬になります。知らずに、ね、今日からスイッチ入っちゃうんだよね。そういうことでしょう。ね、でもなんか、よかったです。はい。ね、ほんと。もう暗かったけどね、うちが。そうなんだ。枕。もっと本当に早く来ると思ったんだけど、来れなかったの。みんなでも、おっしゃってます。
すぐね挨拶に行こうって言ったけども、ここを投げるって言ってそうでしょ、いるいる、全然いる、未だにだからもう犬なくして、でももう年だからって飼えないからって言って、それ何歳ぐらいの人ですか。もう元気ですね。もう70代の方でもおっしゃってる人いるし、80代後半で言ってる人もいるし、それはそうだよなと思います。思うは思う人もあるんですけど、いろんな方いるんですけど、犬猫かそのまま飼わないでなんかフラッと来てくちゃべって帰る人いますから、そういうとこなんですよ。そういうとこ、ね、多分 誰もここあれなんです、病院と思ってないそんな感じ、完全に舐めてる、舐めてる、舐めない、絶対俺のこと暇だと思ってますからね、みんなね、とりあえずバイクしぶってみます。そうそうそう、ひどいね。そうね、いやでもそんなことないですよ、ね、でも本当にね、こういうの継続して、まあ、こうまた話していただいて、まあ、都心からでも本当になんか予防医療じゃないけど、保険とかお金かけたら絶対見てもらった方がいい、自分と自分でケアして、うん、自分でできる人はやっぱり俺はそういう方がいいと思うんですよね。そう、いざとなったら行けばいいやじゃなくて、対応しながらやってもいい、でもこうした方がいい、ああした方がいいって感じじゃないっていうところがまた、ね、すげえいいんだよ。いろんなとこありますから、でも病院はでもツールでしかないので、うん、やっぱお家で見てる人がっていうところで、いや、まあ、でもこれができないから外注しようっていうのは病院に外注すればいいだけだから、お家でできることはやればいいですし、そのできるできないの見極めは最初わかんない。そうなんですよね。それは一緒にやってってみてできますか。見てる、まあその針と糸っていう例え話をしてくれてて、獣医師は針と糸だと思ってくれればいい。それは次はツールっていう表現をしてくれたけど、でもそれがね、どのそのツールのですね、その秀逸さじゃないけど、それすごい大事なんだよね。なんかね、てるてるが正直いなかったらこれリンはもうできなかった。もうやらないと出た。その後ろ、どうせ絶対ない。いや、絶対ない。絶対わかるでしょ。この頑固な。できないできない。そのツールとも持ってないし、こうやってこう協力していただける、うん、自分たちだけじゃなく、うん、絶対一緒にやっていかなきゃダメなんだ。うん、先生とね。これがない限り、俺は動物と生活できない。でもこう連れてこれない。楽しいね。本当それが、それは言いたかった。だから、本当これを見てる人も、いいんだよね。三浦海岸を散歩ついてみたいな感じで来てもらって、あの、来れば横横通ってくればいいわけ。まあね、もう無料ですよ。世田谷から30分ですよ。そう、で来て、気持ちよく帰ってきてもいい。なんかね、ほんわかして気持ちよくなって帰っていけるから、本当これそうよ。セロトニンバーン出るから。マジで、本当これ一回来てもらったらいい。それはね、そういう場所だった。そういう場所だね。違うことだよ。よくわかんない。違う、それは全然わかんないけど、そういう気持ちになって帰って、もう一緒にまたこのことを生活しようっていう、うん、ただ気持ちになって帰れるからね、絶対来た方がいい、全然来た方がいい、うん、って俺は思います。感じじゃないけど、初めてってこの2回目、3回目のこの状態っていうのは経験した人しかわかんないですよね、うん、本当そうだよね、そう、それもてんちゃんのおかげで、おかげだし、うん、ちゃんのおかげだし、両方だな。本当こんな経験すると思わなかった。こんなに真面目に自分家の犬に取り組んでですね、いろいろ頑張って改善しようってやったのがいいことなんで、できることできないことも見えた。そうですね。やらなきゃいけないことも分かった。先んじてやらなきゃいけないことも分かったから。それも手本ありますね。そう、本当そうなんですよ。中さん、中さん、その話はダメだね。やばいよ。速攻泣くな。速攻泣くな。ありがとうございます。速攻泣くの。もうな、速攻泣くの、本当に。あ、やばいっす。あ、やばい。涙焼けが出るんですけど。涙焼けの方で1個だけ聞いていっていいですか。ああ、はいはい、やっぱり原因として考えられるのは、まあ、天の時は食物アレルギーって言ってたんですけど、そうですね、でもそれだけじゃない部分、いろんなことありますよね。目に普通に感染があったりとか、あと鼻涙感染、ね、こう涙流したら僕らも鼻に抜ける状態になりますけど、うん、目からこう鼻の穴に向かって管が、うん、トンネルがあるので、うん、そこ
胞がつっかえちゃったりとか、炎症で詰まってるとか、ゴミが詰まってるとか、あとは歯茎とか骨の問題で狭いとか、まあ、何かしら異常があったら、本来鼻に抜けるはずだった涙は抜けられないんで溢れますね。その溢れる原因っていうのはいろんなものがあるんで、まあ、単純に涙が多いだけかもしれないし、だからすごく複雑、まあ、単純に涙だけって一言で言っちゃうそれですけど、ご飯で合わなくて症状として言ってるだけなんですね。そうですね、あれは症状なんですね。症状を言ってるだけで、その病名ではないんです、ね、病名ではなく何かによって涙や気がある、うん、ご飯合わないもそうだし、うん、それすれば炎症出ますからね、うん、炎症出た場合はつられちゃうし、うん、とか、うん、ご飯の成分比も違いますしね、うん、自分家の行動のクオリティで保ちたいかっていうその目標があって、うん、どういう取り組みをするかで変わるので、うん、涙だけだからこうしとけっていうのはないかもしれない、うん、でも類感だと、仮に類感だとしたら、その臨床で分かるのですか、こう見た状態で。例えば、目にこう色素を入れ、涙のところに色素を入れれば、鼻に抜けるか抜けるか、誰が見ても一目瞭然だし、いつまでもそれが残る。そう、ずっとこっちにはあるけど、鼻に抜けてこない、色がつかないと言ったら詰まってる気がする。詰まってるのは何だろうとかっていう見ればいいですし、まあ、詰まってる、詰まってないっていう確認は、その涙だけで必要ですね、うん、詰まってないよ、詰まってる場合はどういう処置をするんですか。ツンツン掃除してみたい、ご飯、それこそ炎症があるみたいなご飯入るみたいな、ご飯ですね、いろんな取り組み、結果的にはこう、もう穴ほじくみたいな、詰まってる、そういうのがあります。パイプフィニッシュするみたいな感じですけど、なるほど、それ今ね、まあ、そう、まず必要かどうかですよね、いや単純にドライアイなんですよとかの人もいます。ドライアイってじゃあ涙少ないはずなのになんで涙だけするのって言ったら、ドライアイも涙も水の涙と油の涙があるので、その比率で蒸発するレベルが変わりますから、それによって色がついちゃう。食事が油分っていう話もたまに出るんですけど、それはあんまりタンパク質じゃなくて油脂とかその油の方でっていうこともあるんですか。体質なんじゃないですかね。あ、それとも、そうか、体質の兼ね合いで、その油を体でちゃんと消化して、うん、吸収して利用できてるのかできてないのかにも違う、そこが涙に出るっていうより便とか腸とかそっちに出る感じがあるんですけど、それもまあ目にも出るっていう、まあ、それが結果として食物アレルギーなのかもしれないですね。あ、まあ、なるほどね。油分が濃いから涙だけが濃いっていうのはちょっと雑な考え方ですね。まあ、そうです。だとしたら皮膚にも出るだろうし、便にも出るだろうしっていう、匂いにも出るし、違うし、若い子は高校生 T ゾーン光ってるからっていうのも、俺らぐらいになると光らなくなります。そうです、それは油分減っていくからな、分泌が減るからですし、いろんな原因があるはずなんで、一概にこれだからこれとかないはずですね。なるほど。まあ、この先どうなるかってとこで、まだ今は目は綺麗ですけど、参考になりますね。どうしていこうか、細分化して考えましょう、皆さん。本当に一個一個細かいと思います。すごい大事ですよ。いやでも長いしちゃうのやがって、だから本当まあいいんじゃないしちゃう、そのために使ってなかったからね、すいません。俺は次はあるらしい。あ、巻いて巻いてだよね。ごめんね先生、またじゃあ、1ヶ月後にね、とりあえず連れて行きます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。りんちゃん、よろしくお願いします。よかったね、寝れたね。泣きながら歩いてるでしょ。もう今泣いてる。やめて。じゃあもうちょっと会話中切りますよ。はい、じゃあ、はい、バイバイ、はい。出る出るとも長っぱなししちゃったし、長っぱなしとか診察なんだよねあれ、うん、そしてりんちゃんがお家に初めて足を踏み入れます。こんなことある？こんな日が来るの？そうだね、天が教えてくれたことなんだよね全て。すげえな、りん、天がいなければりんとも会ってないんだよ。いいな、ルーブルのいろんなことを教えてくれたな。天は賢いやつだったよ。てか今もいるけどね。待って、あなた天ちゃんのこれお姉ちゃんいるだろ、ここにも見て、天ちゃんカプセル、天ちゃんカプセル、ガムテル、これほら、桜の季節にリンと共に生活を始めるって、こんなこと
ことある？こんな奇跡。運命よ。運命。これこそ。さあ、帰ってきたよ。みんちゃん。みんちゃん聞いて。みんちゃんもうすぐお家だぞ。じゃあ、りんちゃん、初めてのお家。帰りました。帰ってまいりました。帰ってきたけど。りん、in the house。お初、じゃあ、行きましょうか。うん。ね。初めてだよ、これ。初めて。初めて。よいしょ。どうですか？どうですか？色見ろ。色見ろ。色見ろ。これさ、りんちゃんのベッドもあるんだ。ここに。ほら。ベッドもあるよ。これ、乗ってみよう。乗ってみよう。おいで。りんちゃんおいで。りんちゃんおいで。意外とがっちりしてるんだね。足大きいね。ね。うん。びっくりしちゃった。足大きい。ちゃんとこうやって歩いてる姿を見たことがないというね。うん、考えてみたら。はい、おいで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 。はい、来た。はい、えらい。はい、えらい。うんちしたいかな。乗ってくるんだよ。乗った。乗ってくるのよな。こんなことある？こんな可愛い子いる？ね、汗かいてんだけど、なんか。もう冷や汗かいてんだから、湧き汗かいてんけど、ごめんね。ね、じゃあハウス入ってみようか。お水もあるから飲んでみな。じゃあハウス。飲んでみな。取り扱い注意でございますよ。取り扱い注意でございます。起きようってた。ハウスだよー。あなたの場所だよー。みんなね、綺麗にね、清掃したからね。じゃあこれあれかな、高いかな、水の位置。でもヘクスプラン。ちーしなちー そこでおしっこすんだよ。ちーよちー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 天才系現れるか。ちーしてちー。それではりんちゃん、りんちゃんとのご対面。りんちゃん、これがてんちゃんだよ。あなた、あなたのお姉さんな。うちにいたね、10月1日までうちにいたね、かわいいお姉ちゃん。ご挨拶しようか。後輩としてご挨拶しようか。はい、お姉ちゃん、よろしくね。取れてる？うん。よろしくね。グーゴラク見て、グー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 。これテントの尻尾じゃないからね。こんな日が来るとは思わなかったよ。リンちゃんだ、リンちゃんだ。ほら、この、これはテンちゃんのお骨だよ。テンちゃんのお花、ほら。ね、でんちゃん、お姉ちゃんのところ、ね、姉ちゃんがいるところ、いつもあなたは見守ってくれますよ。ほら、あなたもヨーグルト食べようね、大きくなったらね。ね、これがお姉ちゃんですよ。おじいちゃんみたいな感じでところ。ほら、こっちも。ね。ね、みんなで映ってる、ね、最後、デンちゃんこれ、ね、これはね、デン君のお母さんに描いてもらった鉛筆の絵だよ。鉛筆がね、可愛いでしょ、素晴らしいでしょ。おー、いいね、これ写真で撮ってもらおうかな。うん、なもういい、ご対面でした。
サンキュー天理ということで、今日は葉山湘南国際村のツツジを見に来ました。りんちゃんと、絶景よ絶景。